はい、じゃあそれでは、えー、入門講座の田中クラスの全体構造編の講義を始めてまいります、えー、入門講座の田中クラスはです、ね、今回全体構造編1回の講義ですね。 それと、あとは本論編ということで、民法から始まって、す、ま、べ、あ、てで7科目ですね、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、憲法、行政法という形で、まあ、主要7科目、まあ、予備試験受験される方は予備試験で問われる、すべての科目について、これから1年間ですね、じっくり学習していくということになります。一応担当いたしますのは、レクセン人講師で弁護士の田中と申しします1年間よろしくお願いいたします。 でまず今日はですねあの全体構造編ということになりますので、まあ、これから初めて法律をまあ学習する方はおそらくまあ法律ってどういうものなのかとかね、えー、もしくはまあ予備試験、司法試験、えー、それからまあ国家公務員の総合職などでさまざまな試験で問われる、まあ 法律の論文とか、ね、そういうふうなものがどういうものなのかっていうのをまず今日は全体のイメージを、ね、持ってもらって、まあ、本論編から本格的に学習スタートしていくにあたってそのスタートのね足がかりにしていただければという内容になります。で、まあ、実際全体構造編というと通常まあ,あのなんかぼやっとしたガイダンスって形でねあの7科目の一個一個を、ね、説明していくと7科目の導入という形が中心にはなってくるんですけれどもこのね田中クラスの全体構造編の中では まあ、もっと実践的な形で、ねまあ、条文の引き方であったりとか、まあ、これから学習しますけれども、えー、判例と呼ばれるものがこれから学習で重要になってきますでその、えー、判例というのはどういうものでどういうふうに、ねえー、試験で使われていくのかというところも、ね、合わせて説明していこうかなというふうに思っておりますで本日お配りしているレジュメですけれども、えー、この入門講座田中クラス全体構造編というレジュメですね、えー、こちらの方に沿って進めていきますがあとは適宜ですね、えー、セブンサミットですね全体構造編 とというかちょっと薄めのこういうテキストがありますけれどもこの全体構造編のテキストも合わせて参照していくという形になりますでまずですね1ページ目からレジュメに沿ってっていう形になると法律学習入門ということで全体構造編総論というところが書いてありますがまずこれに入っていく前にまあ あのこの後の本論編も含めた入門講座の進め方っていうのはちょっと簡単に、えー、このね一番最初に説明しておこうかなと思っています、えー、基本的にはあの私のクラスの場合ですね、まあ、全体構造編でもこのようなレジュメっていう形で配ってますけれどもレックの方で使っているメインテキストであるこの「セブンサミット」というテキストですね、えー、民法で始まると民法も結構厚いテキストですけれども、えー、こちらの方が一応あのテキストとしては一応指定されているテキストということになりますが、えー、こちらの方に合わせて、えー、レジュメという形で eh 3つですね、講義メモというもの、この講義メモというのは、講義の内容ですね、特にセブンサミットでどうしても膨大な内容になってきます、ですので、入門段階で押さえるべきことっていうのは、この中から一定程度絞っていきます、で講義の中で特に重点的に扱う内容については、講義メモという形で、レジュメという形でまとめてますので、そのレジュメ、それから覚えるべきことですね、復習の際に必要なものというのは、チェックシート、最重要項目、チェックシートという形で各科目、まとめてますので、そちらのチェック シート。 それからもう一つが科目にもよりますけれども、どうしても事例問題を解けるように、特に論文式試験ではね、今事例問題が解けてなんぼという形になってますので、積極的に入門段階から事例問題を解いていくということで、事例問題集という形で、まあ三つのレジュメが用意されています。で、事例問題集については科目のよってはですね、反例集になったりとか、まあもしくは科目によっては事例問題集を使わないというケースもありますけれども、基本的にはこの三つですね、講義メモ、チェックシート。 それから事例問題集という、ね、3点セット、特に最初の民法の場合は事例問題集を積極的に使っていきますのでその3つのレジュメの方と合わせてこのセブンサミットという形で進めていきますで、講義は基本的にはレジュメに沿って進めていきます、特に中心になるのは講義メモに沿った形で進めていきますが講義メモの中で特に事例を扱わなきゃいけないものついのは事例問題集。 えー、そして、えー、講義の段階でも、まあ、ここは覚えた方がいいと、まあ、積極的に、えーまあ、反復した方がいいというものについてはチェックシートで議て、えー、適宜です、ねえー、参照していくということになりますからレジュメの3点セットについては、えー、ご持参いただければと思います。でえー、特にに講義メモについてはですね、えー まあ毎回の講義でこのような今回お配りしているような全体構造編みたいな形で毎回その日に使うものというのは教室で受講される方は教室のところに設置されていますですのでそちらの方一部持っていただいてどんどん書き込んでいただければいいかなと思います気になったことであったりとか自分で控えておいた方がいいなということは積極的にどんどん,どん,どんメモを取って自分なりに情報を一元化していくという形になろうかと思います。私も講義の中ででではプレゼンターで写しながらですね抑えるべきことについてどんどんん でこのように分割で毎回毎回お配りするんですけれども。 その抗議メモ自体はまとまったものですね、各科目、民法でまとまった抗議メモという形で、えー、おそらくは皆さんのお手元に行き渡っているとは思うんですけれども、それと全く同じものです、えー、これと全く同じものです、で通信の方も、えー、ダウンロードという形になりますけれども、えー、その、えー、ダウンロードする形で、毎回の抗議の部分の、えー、抜き出した抜粋部分という形で、えー、抗議メモと同じものの、えー、このようなレジュメという形でお配りします。でこれななぜかとといいうとどうどしても抗議メモみたいな形であの差し の書き込んでしまうと、まあ、後々になってなんかこれ書き込みいらなかったかなとかねもっと書き込みたいなとかね場合によっては一番最初の段階で書き込んだものについてちょっと不安で躊躇しちゃったりするんですよねどうしても最初の段階でこれを書き込んでいいものかとかっていう形でなんかどうしようって迷ってでねどんどん抗議進んじゃうみたいなことがありますのでなるべくまあ抗議の中では抗議集中して聞いていただくという意味でもとにかくその書くべきこととかそういったことを心配せずにどん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 ねこの抗議 メモの抜粋部分にどんどん書き足していってで復習の段階で、えー、自分なりに精査していってそれで情報を一元化していくという形ができればいいなと思ってますので、えー、毎回そういう形の,あの配布ということになります。 でセブンサミットについてはどういう使い方をするかというとえ基本的にはこれは参考書としての位置づけになりますえですので全く使わないということはありません全く使わないということはなくて必要に応じて図表ですねえ図表であったりとかもしくはこの後と、ね、学習していく中で判例というのが、ね、非常に重要になってきますで判例というのはやっぱり抜粋されているだけではなくてしっかりとねある程度まとまった分量のものが書いてないとですね やっぱり前後関係とか、ね、事例とか事案の性質とか、ねまあ、そういったものをもうしっかり読み込んでいくっていう必要がある重要判例というものは、まあ、セブンサミットその辺詳しく書いてあるんですよね。判例もあの必要最小限のところをちょこっと抜き出しているんじゃなくて、まあ、ある程度、判例もまとまった前後関係のある形でこのセブンサミット引用されている部分もありますのでどちらかというとそのような図表の利用であったりとかもしくは判例集としての位置づけとして使えますのでこちらの方は毎回ご持参いただければというふうふに思っております。ただ 講義のメメインはレジュメという形になります、ね、であとは持参いただきたいものについては基本的には6法は必ず持参してください、えー、条文というのがやっぱりね法律学習のスタートということになりますから、えー、もう1年間使って6法をとにかくどん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 引きまくるとで、まあ、もちろん講義の中でも引くし、まあ、復習の中でもねどん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 引いていくということになりますのでそれで引いていく中で条文というものに慣れていくで特に論文式試験の場合には この6法というものは基本的に参照することができるわけですね司法試験予備試験であれば、まあ、6法というものは基本的には参照かということになりますでほとんどの論文式試験においては、まあ、例外は一部あるんですけれども、まあ、ほとんどの論文式試験においては6法というのは参照できますのでその6法の弾き方それからその読むにあたってねどうしてもまあなんか難しそうなことが書いてあるなって感じですからそこに慣れていくと。 いうことは1年目の初期の学習からぜひ徹底していただきたいというところもありますので六法については必ず持参してくださいで、えー、と六法については、ね、あの本屋さん行くと大体まあ六法を売ってたりするわけですが基本的には判例のついていないものをお願いします、えー、判例がついているものは判例六法などねもしくは判例付き六法みたいな形で書店に行くと書いてありますで判例付きの六法とあとはもう条文のみがシンプルに書いてある六法ですね まあ例えばまあこういうふうなまあ条文のみがシンプルに書いてあるこういう感じですねえ条文のみがシンプルにこうやって書いてあるそういう六法の方をえーご持参いただければと思いますでなぜかというとですね判例付き六法っていうのはね厄介なものでえ重要な判例がある条文っていうのがあるんですよえまあ一つまあ例を取るとですね憲法とかで言うとですねまあ憲法なんかを例にとった方が分かりやすいかな 憲法の条文というのは判例がない六法だとこんな感じで、えー、次々次々条文が書いてあるわけです29条財産権はこれはおかしてはならないとかねで30条31条とかで条文がこうやって次々書いてあるわけですが判例付き六法になっちゃうとこの29条にまつわる判例がバーッと続いちゃうんですよ。そうすると場合によってはこの29条だけで4ページ5ページ判例がたくさん載っていると。 そうすると30条どこにあるんだと言ったら引くのが、ねえー、ペラ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 探してって、ね、4ページ、5ページ先にありました、えー、みたいなことになってしまうとどうしても、えー、条文を引くという作業が、まあ、若干、えー、辛くなってきてしまうというところもありますしあとは試験本番では判例のない六法を使うということになりますので、えー、判例なしの六法をご持参いただければというふうに思っております。で基本的にに講義の進め方はでででですすすね、えーまあ、今日は全体構造かから、まあ、気楽に聞いいいいいいてててただととう形な思ってるんですが、まあ この辺に帰っていくと、本当に内容ですね、試験で問われる内容をもう先にやっていくということになりますので、まあ、進め方については、この全体構造の中でお話ししておく必要があるなと思ってまして、基本的には予習は全くいりません。 原則として予習は不要ですですので前もって何かを読んできてくださいとか前もって何か調べといてくださいとかそういうことはありませんのでご心配なくということですねですから通学の方は通学の時間にご来校いただいて受講していただくそして通信の場合には適宜通信を見ていただくという形で大丈夫ですで、まあ、例外的にですねあの一応一番最初にねあの伝えておくと、まあ、例外的にあの事前に読んどいてくださいねっていうものがあるときにはこちらからあの指定します ます。前回の講義のところのところで。 前回ののの講義の最後でですすねねところです、ね、そこであの次回講義までにこれだけちょっと読んどいてくださいみたいな形で、えー、場合によってはちょっと指定をすることはありますけれども、まあ、例年考えると1年に23回です <laughs> 1年に23回で、まあ、お願いするっていうものとしては、えー、大体この条文のここだけざっと見といてくださいぐらいのね、まあ、10分20分で終わるような、えー、事前にこれだけ目通しといてくださいねみたいな形のものしか、えー、過去の経験上ありませんので、まあ、基本的にはそういうふうな、えー、指定がない限りはもうあの 講義の方に来ていただくとえー、そして通信の方は、えー、ただ見ていただくという形で大丈夫です、えー、で講義の進行については、えー、繰り返しになりますけれども その試験で問われることを徹底的に行います、えー、で講義メモを使いながらという形になりますけれども、まあ、セブンサミットの内容をとにかく圧縮してます、えーこのまあ、特にこの田中クラスの場合だと、もう1年間で重要なことをもう徹底的に絞るとで、絞るからには確実な理解をする、で確実な理解とは何かといったら、もう実際に事例問題が試験で問われた段階で、その事例に適切に対処できて論文まで書ける、えー、というね。 えー、そういうレベルまで、えー、絞っていくと絞るからにはやっていくという形になりますので、えー、もうとにかくレジュメです、ねえー、をどんどん、えー、進めていきます。 でなので講義を受けるにあたってもとにかく理解、納得を中心で聞いていただくという形になりますえどうしてもね、板書する量とかもしくはマーカーを引いていったりとかねえいろいろな作業はもちろん、えー、講義の中で私がどんどん図を描いたりとかね、えー、いろいろ書き込んでいったりしますけれどもまずはあの納,得、ねえー、納得を中心に納得を中心に理解あの納得中心で聞いていただくということですねで、セブンサミットについてはあのさっきも申し上げた通りですけれども、えー、資料集、参考書、判例集としての一部 になっていきますで,えなので講義は集中ししててて、えー、理解すすることとに専念いいいただければいいと思ってますで、えー、復習ですね、えー、その代わりあの田中クラスの場合には復習というのをなるべく徹底してほしいというふうにお願いしています、まあ、予習がない、えー、そして、まあえー、講義も理解中心ということになりますからそれを定着させるのが、えー、復習ということになりますで復習の仕方については基本的な考え方としてはレジュメをしっかり反復して、えー、講義を もうう一回自分の中ででで再現できるかどうかどすね、えー、レジュメを見た段階であこういうことを言ってたな、えー、こういうことを覚えなきゃいけなかったなもしくはこういうふうなところはなんか理解をしなきゃいけないなっていうところを、まあ、講義メモ特にひたすら書き込んでたりとかもしくはチェックを入れてると思いますからその部分を中心に、えー、次回講義まで何度も反復していただくという形になりますでその際に利用していただきたいのがチェックシートです、えー、チェックシートはもう覚えるべきことが、えーまあ、私がもう全部あのー 責任を持って作っているものですからこの講義の中もしくは予備試験、司法試験それから法科大学院試験そして国家公務員の総合職どんな試験種でもそうですけれども論文式試験で問われる場合には絶対に押さえておかなければならないことそれを実際にきれいな形というかねコンパクトな形でまとめてますのでその該当範囲のチェックシートは何度も何度も見直すでもし分からないことがあったら分からないところにチェックを入れておく。でしっかり理解できていること と,とは、それは自分の言葉で表現できるようになるまで、チェックシートを繰り返し繰り返しやっていくとで、必要に応じて講義メモですね、必要に応じて講義メモについても覚えておかなきゃいけない、そういうところについてはしっかりやっていただくという形で復習を進めてください。 であの分からない点とかどうしても出てくると思うんですね、えーまあ、講義の段階でもそうですしあとは復習の段階でもどうしても分からないという、ねえー、理解するのが大変だなというところがあれば、えー、ぜひあの通学の方は、まあ、通信の方もそうですけれども、まあ、質問の精度ですね、えーまあ、通学の方はまあ講義の前後に聞いていただければあのそれであの私の方であの質問に答えていきますので、まあ、な,なるべく分からない点については、えー、まあ 飛ばさずにですね、えーまあ、中途半端に次に行っちゃうというよりはとりあえずあの質問をして解消していくという、えー、そういうふうな形にしていただけると良いと思います。 まあただその一方でですねあのどうしても難しい問題って出てきますあの法律っていうのはねやっぱり全体が見えて初めて、えー、振り返ってみたらあれはああいうことだったんだみたいなね、えー、そういうふうなものですで特にまあ民法から7科目やっていきますけれども、まあ、どん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 難しくなっていくというわけではなくてやっぱりそれぞれが独立したまあ法律になっていてでその法律が全部まとまって1つの法体系を作ってますから、えー、実際民法をやってるんだけれども後々になって憲法も勉強して、えー もしくは民事訴訟法も勉強してみたら民法のことがより理解できたみたいなことがありますのでまああの完璧主義にはならないとえつまり疑問点になったところはちゃんとまあ解消するように一定程度ねあのまあ質問をするとかまあそういうふうな形で解消していただければと思うんですがまあえまあそれでも分からないとかもしくはもう私の場合質問のときよく言っちゃうんですけどまあ今分からなくていいよとうう言っちゃうこともあります。 あのまあ、もちろん説明をするっていうことも必要なのかなというところはもちろんあるんだけれどもただ後々になってこれは商法の勉強してからの方が絶対いいから今分からなくてもあの学習上問題ないですよっていうことは私の方でそうやって言ってしまいますで講義の中でつまりあえて扱わないということかもあります 講義の中で、えーまあ、講義メモの中には書いてあるけれども講義メモの中で飛ばしちゃってるところとかチェックシートの中には一応あるんだけど講義で扱っていないものっていうのも出てきますでそういったものについては、まあ、今やるべきではないと、まあ後になってやった方が必ず学習効率は高いというふうに、えー、判断したものについてはその説明の順番というのはこちらの方も入れ替えたりしてますので、まあ、その扱ってない部分ですね特にね、えー、講義の中で扱ってない部分で、まあえー、なんか疑問点とかもしくは不明点があってそれど どうしても解消できないということであれば、そこはあまり気にしないで大丈夫です。あのあの質問事項というかねあの、なんとか食らいついていただきたいのは、講義の中で重点的に扱っているところですね、えー、講義の中で扱っていて、特に重点的にここ重要ですよって言っているところで疑問点が生じた場合には、もう積極的に、えー、質問していただいて、えー、そして食らいついていただいて、でそれでも何なんとか、そこの、ね、復習で完結していくっていう、まあ、そういうふうな形で進めていただければというふうに思っております。 で,できる限りですねあり、最初、えー、法律の勉強を始めたばっかりの段階だと、本当に外国語みたいな、ねえー、ところもありますので、どうしても復習のペースとか大変だと思いますので、1回、まず、ね、しっかり復習のペースで通学の方であれば、まあ、土日ですね、田中クラスの場合では土日に開講という方になります、当面は日曜日ですね、えー、という形になりますので、まあ、日曜日に講義を受けて、次の日曜日までの間の1週間で、まあ、どういうふうなペースで復習していくのかということを、まあ、大体最初の何回か の講義の中でルーティン化していけると、後々の勉強の中でもね、楽になっていくのかなというふうに思います。で、特に通信の方も同じですね。通信の方もま通信で見ていくペースっていうのがね、ご自身で多分計画を立てていくということになりますから、まあ、その計画に合わせて復習のタイミングというのもぜひ身につけていただければというふうに思っております。 でまあ、大体これがですねあの講義の前提としての内容ですね、えー、授業の進め方ということになりますので、えー、ここからは、まあ、実際、法律の、えー、内容ということで、えー、全体構造編の問題を見ていくということにしましょう。でまずですね、えー、今日一番最初に、えー、やっておきたいというか、全体構造編でしっかり押さえておいていただきたいのは、 まあこれから勉強するにあたってどういうふうなことを目標にしていくのかというね、そういうお話になります。で、きょは中身としては大きく分けて3つありまして、1つはまあ法律の勉強とはどういうものなのかというね、いうところですね、その全体像を見ていくと。そして2つ目は まあこの後話すことになるんですけれども、まあ、法律を勉強するときには条文と判例と学説、まあ、場合によっては学説というね、えー、3つのツールを使って問題を解いていきますで条文それから判例そして学説というのはどういうものでどうやって勉強していってどうやって試験で使っていくのかという具体的な話そして3つ目は本論編に、えー、次回から入っていきます、えー、本論編に入っていきますのでその中の一番最初の科目である民法ですね 一番最初の科目である民法というのがどういう科目なのかというね民法の一番最初の橋渡し、この3つを全体構造編で扱っていくということになります。では、まずですね法律学習の入門ということで、このレジュメの1ページを見ていただけると、一応これ、法律の学習とはって書いてありますが、ここで予備試験というふうに書いてありますけどこれは別に予備試験に限った話ではありません。法律の論論文文式式が問われるような論文式試験が 課されててていいるような試験は全て共通しています、えー、問われる能力というのはあの例外はありますけれども基本的には事例問題なんですね、えー、事例問題が出題されていますで事例問題ってどういう問題なのかっていうと、まあ、具体的な事件が問題の中で与えられていてその具体的な事件についての解決が求められているような形式になります 民事系であれば複数のあで民事系というのはこれからもやりますけれども、まあ、民法のような詩人と詩人ですね人と人とのトラブルみたいなのは解決するのが民事系の科目ということになりますでじゃあ民事系の科目だったらどういうふうなものかというとある人がある人にお金貸してお金をいつまでたっても返してくれない返してほしいんだけれどもどういうふうにすればいいでしょうかとかねもしくは自分の住んでるアパートにずっとなんかよく分からない人が住んでると。 で、なんとか明け渡してほしいと。まあ、大家さんからですね。大家さんだったら明け渡してほしいとか。まあ、もしくは、契約を結んだんだけれども、いつまで経っても相手がその契約の約束を果たしてくれない、などですね。えー、様々あるとは思いますが、まあ、それは具体的なトラブル、もしくは、え、問題となる事例というのが与えられる。で、えー、具体的な紛争に至る経過が示された上で、一方当事者がこういうことをしたい。お金を返してほしい。家を明け渡してほしい。損害賠償請求したい、などの、えー、そのような主張、えー、そして相手方にも言い分があります。 相手方にも当然言い分がありますよねでそのような相手方の言い分も踏まえながら、どちらの主張が通るのか、まあ、原告、つまり最初に請求をしている側の主張が通るのか、それとも請求を受けている側、被告の主張が通るのかというのを検討していくという形になります。で、広報系というのは憲法のようなものですね、憲法のような科目で、まあ、これについては、あれですかね、1、えー、つの例としては、 まあ、広報形て憲法なのでこの後、えー、話しますけれども、まあ、なんか条例ですね市の条例で。えー 駅前で演説するなと、駅前でポスターを配るなみたいな、そういう条例が、えー、なんか制定されたとで、その制定されたことによって、今までずっとそこで、えー、ビラ配りをしていたりとかね、えー、街頭で演説をしていた人は、それによって、あれですよねあの、できなくなってしまうと、で,できなくなってしまうと、憲法で、ねえー、表現の自由ってありましたよね、この表現の自由が侵害される、だから表現の自由が侵害されているそのような条例は違憲だと。 えー、つまり憲法違反だっていう形でで主張すするわけですねででこのような、えー、広報系でもやはり同じです、このような紛争に至る経過が示されてで当然、えー、表現の自由が侵害されたんだと、えー、このようなビラを配るなとか、ねえー、演説するなという条例は、えー、私の表現の自由を害するんだ、でもちろん相手方、つまり、えー、地方公共団体とか市とかになるんでしょうかね、えー、市はどういうことを言うかというと。 いいやいや街の美観を守るためでしょとかね、えー、もしくは通学路の安全を守るためでしょとかねそういう理由があるわけです、でその相手方の理由、ですね反論も踏まえながらじゃあどちらの主張が通るのかっていうのを見ていきますので、まあ、民事系も広報系も基本的には近いということになりますでただ、民事系と広報系の違いは何かって民事系は詩人対詩人の紛争ということですね。 詩、えー、人と詩人との間の紛争であるということ、で広報系というのは、詩、まあ、人、まあ、市民ですね、だからね、市民と公権力、えーまあ、国であったりとか、さっきは市でしたよね、の間を、えー、こういう形を司さどるのが、えー、広報系ということになりますから、まあ、民事っていった場合には、詩人と詩人が対立する場面。 で広報といった場合には、私人と公権力が対立する場面という点が異なってきますが、まあ、どちらもね、えー、紛争についての解決、で刑事系の場合だったら、大体特定人、えー、がなんかうさんくさいことをするんですよ、えー、なんか法に触れそうななんかね、えー、法に触れそうななんかね、うさんくさいことをやっていると、でそのうさんくさいことがなんか犯罪に触れるんですかと、えー、何か犯罪が成立するんですかということを検討していくということになななりますすそううるとととこのの民事事事系と、まあ、刑事系系系刑刑刑んか刑法というのが、えーまあ、典型的科目になります。 けれど,もどの科目も共通しているのは具体的な事例において答えを出していくとでそして論文といった場合なんか答えがあるのか自分の意見を書くのかというね思われる方もいるかもしれませんが法律の試験においては基本的な正解というものがね100%の正解というものはないけれどもただ正解らしきものはあります。 いいですねえー、自分の意見を書いてそれがなんか自分の思った、ね、考え方をつらつら書くのではなくて、えー、条文ですね法律ではこういうふうに決まっていますもしくは同じような事件では最高裁はこういうことを言っています、えー、だからこの事案ではこうなりますという形で、まあ、一定程度の正解の型方針というのは立ちます。 でですのでその意味では客観的な採点に馴染む科目ということになりますので、まあ、勉強することがそのままきちんとね論文においても点数に直結するということになりますのでそこはねあの 意識していいいただければいいかなと思いますでなぜ事例問題が、ね、あの問われるかという場合では司法試験とか予備試験の場合だったら、まあ、実務化と、ねえー、いうのは何なのかといったらやっぱり具体的に、えー、民事であったら法律相談を受けたりとか、ねえー、顧客からの相談を受けてそれで具体的な紛争については適切なアドバイスないしは紛争解決に向かって進んでいくことになる。 そして刑事系ということになれば検察官は目の前にある事件について犯罪が成立するか検討してそしてそれで起訴するかどうかを決めていきますよね、そ,れそのまま起訴してからも刑事裁判の中で訴訟活動していきますで裁判官は、ね、民事、刑事問わずですね具体的な事件の解決に当たっていくプロフェッショナルということになりますので、まあ、具体的な事件から離れて放送って存在できないんですよ。 でですのでそのそ具体的な事件を解決できるための能力が当然、試験で問われることは当たり前ということになりますので,でじゃあ、学習する側、まあ、つまり私たちはどうやって勉強するかって言ったらそれにきっちり沿った形でその登用試験たる試験に要望されているに沿った形で学習を進めていけるかどうかがポイントになるということになります。ですので、まあ、事例問題を解けるようにというのがやっぱり一番大切ということになるんでしょうね。 じゃあ事例問題って具体的にどういうものかというとちょっとせっかくですから、ねえー、とレジュメの2ページを見てください。えー、レジュメの2ページの中で、えー、事例問題という形で与えられているものはこれですね。はいえー、ちょっと見ていきますと、えー、平成あでこれが事例問題って言ってますけれどもこういうふうな形で、えーまあ、シンプルな7行ありますけれども。 ちょっと実際読んでみて一緒にこれ考えてみましょう事例問題ってどういうことかということですねまず平成12年1月5日 X は Y に対して返済期日を平成13年1月5日として100万円を貸し付けたけれども Y は一向に返済しようとしないと、まあ、あの一応まあざっくり言っておくとあの平成12年1月5日っていうことですが結構昔ですね、えー、まあ X さんが Y さんに対して返済期日を1年後ですね 平成13年1月5日ということで1年後として100万円を貸し付けたけれども貸したんだけれども一向に返してくれないんですねだから X としては平成30年の10月7日まあえお金を貸してからまあ結構経ってますけれども平成30年の10月7日に Y に対してまあいい加減に貸した100万円を返してくれというふうに言ったら Y はもうすぐ大きな仕事の収入が入る予定だから頼むまで年末分待ってくれというふうに懇願したわけです。いい加減返しててくれっ,て言ってねで そしたら待ってくれよともうすぐ大きな仕事入るから年末まで待ってねということで懇願したので X はしぶしぶこれに応じたと分かるちょ,っとちょっと待ってやるとでしかし Y はそれでも一向に返してくれないという状況が現在まで続いていますで X としては Y に対して100万円返せと請求することができるでしょうかという問題です。 でもちろんこれって法律の勉強になりますからあのこれからあの条文を、ねえー、引いていったりとかしますけれども今日はあは全体構造編ということですので6本、まあ、お持ちでない方も多いと思いますので、えー、必要な条文はです、ね、レジュメの、えー、っと8ページかな9ページかな、えー、レジュメの9ページに、ねえー、必要な条文というのはすべ、えー、て引用されています。で、えー、ですので まあ今回は適宜これを参考しながらやっていきましょうで一応、この問題解いていくにあたってですねちょっと1点だけ注意事項がありましてあの民法が令和2年の4月1日に改正されてまして一応ねあの皆さんの受ける試験は改正後民法ということで改正された後の民法での学習ということになります。でですので この抗議もすべて改正後民法で抗議していきますでそうするとこれ厳密に言うと平成12年とか平成13年の話だからあの改正前の民法の話になっちゃうんですがこれは少し改正後民法を前提としてこれが説明していきますなので前提として良いというね、まあ、こういうふうな一応注釈がついている前提でやりましょうかね 改正後民法を前提と強いといいう注釈でいきますで今回、引用している条文もすべて改正後の民法になりますので、えー、そこはご安心くださいでは、です,ではですねじゃあまず X はまず Y に対して100万円返してほしいと言っている、まあ、言ってみればシンプルな事例ですよね、えーまあ、要するに昔貸した金があっていつまでたっても返してくれなくて1回、督促してたんだけれどもそれでも返してくれないからもういい加減何とか返してほしいとじゃあ、まずねなんで X は100万円返せと言えるんでしょうかと。 言ってみれば当たり前じゃねえかと金貸したんだから返すのは当たり前だという、まあ、もちろんそうなんですですが法律の勉強というのはそこもギリギリ詰めていくことになります、まあ、請求することができるというのは請求権といいますでその請求権というのはどうやって発生するかというと法律に基づいて発生します。 ですから、えー、お金を返してほしいといった場合には通常、貸金返還請求権などと言ったりするんですが、えー、この貸金返還請求権というのが、まあ、どうして成立するかというと条文の根拠を探さなければいけないということになりますするとまず、えー、レジュメの方でほ、ねえー、と9ページ見ていただけると消費対策という条文がありますよね。 消費対策は当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物を持って返還することを訳して相手から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生じるということになりますつまり、消費対策という言葉はまだね初めて聞くことかもしれませんが当事者の一方が同じものを返すよというふうに約束すると。 えまあお金なんか典型ですよねえ種類品質数量の同じものってことですからまあ例えば100万円を借りたらえ決まった約束した時に100万円を返すということですねえつまり種類品質数量が同じ100万円それを返すことを約束して相手からこれを受け取ったことによって効力が生じますでえこれが効力が生じるっていうふうに言ってますけれどもえ契約の効力って何かっていうと そのさっっき言った請求権の発生なんですよ。発生ということになります。で少し難しい言葉を使いますけれどもつまり契約というのは何なのかというと請求権ですね。 でこれはね人から人に対する請求権のことをこれは民法で詳しく学習します債権と言います債権と言います、えー、債権の発生原因であるというふうに説明されますでこの債権というのは要するに人から人への何かをしろと いいいうふううふにに請求すする権利ということこなっていきます、えー、ですのでこの民法587条を見ると、えー、この消費貸借契約というものは、まあ、ちゃんと見るとこれ2つに分かれてますかね、えー、当事者の一方が種類品質数量の同じ物を持って返還することを約束して相手方から受け取ることによって、えー、その効力を生じるということになりますので、まあ、この場合だったら 返還約束ですね返すよという約束と、えー、それから、まあいいですね、当事者の一側がも同じものを返すよということを約束してそして受け取るとつまり、物の授受受け取ることによって、えー、実際、えー、請求権が発生すると。 という,ふうに分解できますねでこれは条文の話でもやりますけれども基本的には条文というのはこのように要件とと効果と呼ばれていますこうなるとこうなるって書いてあるのでそうするとこの返還約束と仏の授受というのが要件と言われていますえつまりこの一方が同じものを返しますよという約束したこととそれから相手方が受け取ることそれをねだから100万円返しますよという約束をして100万円を受け取ることによって 請求権返せという請求権が発生するつまり借りた側からすれば返す義務が発生しますでこれが効果と呼ばれるもの。 いいですねえー、つまり、返せという請求権は裏から言えば借りた人は要するに約束して物を受け取ったんだから返さなきゃいかんという義務が発生するわけですね。で、で実は民法って民法に限らず法律っていうのはこの当たり前のことをしっかり分析してるんですよね。えー、要するに100万借りたから返すのは当たり前だっていうのは、まあ、この民法587条で分析すると、えー、この587条の要件を2つ満たしているから、えー、請求権、返せという請求権が発生する。 するんだよというふうに分析できるわけです。とすると、はい、ちょっと戻りますけれども、事例ですね、えー、実はすごくシンプルだったんだけれども、えー、さっきのは、X が Y に対して何を言っているかというと、つまり民法587条ですね、えー、先ほどの、えー、要件を満たしているからなんですね、に基づいて、えー、消費対策が成立したと。 に基づいてちょっと難しいこと書いてますが貸金返還請求があるということですね。でこれが通れば X の価値です <laughs> これれが通れば、X、の価値なんだけれどもちょっと事例もう一回戻ってもらっていいですかね、えー、事例戻っていただけるとただ Y としても何か反論できそうじゃないですか。 えー、y としての言い分としてはもうさ平成,13年平成12年か、まあ、お金を借りてからもうね何年経ってる30年近く経ってるんだよねでじゃあ30年近く経ってそんなもの返せなんてそんなことは嫌、ね、だよみたいなね、えー、反論は当然あるでこれ法的に構成しましょうでするとおそらく聞いたことありません時効って聞いたことありませんか えまあざっくり言えばまあずっとお金返さなくなったら返さなくてよくなるみたいなね、まあ、そういう制度、えー、ですけれども、まあ、当然これはあの民法でも規定があります、えー、レジュメの9ページを見ていただけると民法166条、まあ、条文がある方は条文を引いてもいいと思いますが。はい さっき債権という言葉を言いましたね、請求権というものは、えー、この契約によって発生したんだけれども、166条を見ると、債権の消滅事項という規定があります、えー、つまり、そのせっかく成立した債権は、次に掲げる場合には、事項によって消滅します、えー、つまり、せっかくはあの契約で発生した債権なんだけれども、消えます、どういう時消えるかというと、この2つなんですね。 権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないときそして、権利を行使することができるときから10年間行使しないときに消滅しますで、えー、とこれはまだ民法の学習してからでもいいんですけれども権利を行使できることを知ったときというのは通常を約束した返還期日です、えー、平成13年の1月5日に返すって約束をして借りてますよねということは債権者というのはこれはお金貸した側です 債権者であるお金を貸した側は平成13年1月5日に返,してもら返せと言えるわけですよね、それはもちろん契約している段階で分かってますから当然、平成13年の1月5日の段階で権利を行使できることを当然、債権者であるさっきの事例で X さんは知っているということになりますね。ということは5年経ったんだからもう返さねえよということを言えそうですよね。いいですすかねそうするとこの Y は X に対してどのような主張ができるかというと民法166条の規定で消滅事項ですね、えー、平成13年の1月、えー、5日これが返済期日ですよねもう一回見ますね返済期日を1月5日としてますからあこの日に絶対に X は平成13年1月5日の段階で返せという権利ですね、えー、返せという権利を行使できることを当然知っていますから。 その知っているときから5年間経ってます、えー、から5年経過したんだから請求権は消滅したんだということで消滅事項という形でこっちは反論ができる時効で消えたっちいう話ですね じゃあ時効でで消えたととというここにななってれれが通れば Y の勝ちと、まあ、キャッチボールなんですよだからこの事例問題ってすごくシンプルにこう書いてあるけれどもあの実は X の言い分, y の言い分をこう分けていくわけまず最初は返せ「Y はかじゃ返したくない」「なぜ返,返さなくていい」と言ってるかっていうと、まあ、5年経ってるから返したくないじゃあこれで「X」が何も言えなかったら「Y」の勝ちですじゃあ y と「X」としてはいかなる再反論があるかっていうと、まあ、問題文を見ていくとこういうところは気をつけたいねこの事実 平成30年10月7日に貸した金返してくれというふうに口頭で催促をしました Y はもうすぐ大きな仕事の収入が入る予定だから待ってくれというふうに言っているでこれが何か意味があるんじゃないかということなんですねでもちろんこれは、ね、あの民法の学習してからしっかりやっていくことになりますが実はレジュメというか、ね、9ページを見ていただけるとこういう規定があるんですよ。 え少し難しいところですがこの下一番下民法146条えー、これは民法の勉強で学習しますからね、えー、民法146条では自公の利益はあらかじめ放棄することができないという規定があるんですつまり自公の利益というのは何かというとまあ、お金を返さなくてよくなるとかね お金を返さななくくてよもともと消滅事項というのは借りたお金返さなくていいよという、まあ、そういうイメージなものですからそれがなくてもいいとそれが返さなくていいよっていうね返さなくてもいいんだっていうのが事項の利益なわけですでこれはあらかじめ放棄することができないって書いてあるでこの条文、えー、じゃということはこれ逆を見れば事項が完成した このあらかじめというのは時効が完成する前ですすね。時効が完成する前にもう私は時効を使いませんということは言えないわけです。放棄することができないわけです。ということで逆を言えば時効完成した後だったら時効の放棄できるんですよ。でこれについては、ね、少し戻りますけれどもあの時効が成立したとしてもやっぱりお金を返したいという人いるわけですよね。 おお金を返したたいい人はやっっぱりいて世話になわけだあの時苦しいときお世話になった確かに5年間たったかもしれないけれども、まあ、本来だったら時効で返さなくてもいいかもしれないけれどもでも私は返したいという場合にはこの時効利益の放棄というのができるわけですねであらかじめ放棄することはできませんが、えー、このように時効が完成した後に、えー、時効は完成したけど私は時効は使いませんという放棄ができるんですでそうするとですね この位置づけです、えー、X がこの待ってくれと言ってますよね。年末まで待ってくれと、えー、いうふうに言っているということは、これっていうのは、つまり、えー、もうすぐ大きな収入が入る予定だから頼むまで年末、頼むから年末まで待ってくれというのは、この前後関係考えると分かるよね、100万円を返してくださいという督促に対してだよね。 ね、100万円返してくれという催促に対して Y はもうすぐ収入が入るから待ってくれと言っているこれというのは明らかにどのような意味合いを持つかというと借りた100万円の返済の 100万円の返済の意予を求めてますよね。ということは、このような発言をするということは、それは100万円を、えーまあ、借りた、えー、認めているわけですよで。これをさっきの債務ですね、借りてるから、債務を認めてるんですよ。 ということは、債務,の債務を認めているということになると、それは結局は、まあ、私は借りてますよって言うんだから、延用と逆ですよね、時効を使う、延、ま、用、あ、って言葉を使っちゃいましたけど、あの時効をやりますと、時効で私はもう返しませんっていうのは逆の話だよね、えー、時効で払いませんっていうのは逆の話じゃないですか、えー、借りてますとうう認めてます、ま,あ、ましてや今回、猶予してます。ということは、これっていうのは、時効利益の放棄だと。 いうことになります時効利益の放棄ということは言ってみれば、いいですね、時効はもう使えないよということになるわけですね。でそうすると、ちょっと難しいかもしれないけれども、そうすると、X からなんとか再反論たったね、X からすれば、平成30年のえと10月7日、Y は。 自分の債務を認めてる、債務ってお金借りてることね、X は債務承認をした上でえで、ー、そして返済猶予の申し出をしてます。えー、y は債務を承認した上で返済を待ってくれということで、返済猶予の申し出をしている。ということは、この債務承認返済猶予の申し出というのは、言ってみれば、えー、Y は、 自効利益を放棄したんだという民法147条の規定に基づいて放棄したんだというふうに構成することができます。この人だから、自効を使えませんと言っているようなもんじゃないですかとででそうすると、自効利益を放棄したんだつまり、自効の主張はできないと。 つまり、Y は時効の主張ができませんよということを、こういうふうに X としては再反論をしていくということになります。で、これに対して、Y も言い分ありますよね、えー。Y は言い分があります。じゃあ、Y としてはどういうふうな反論が立つかというと、Y としてはいやいや、時効利益を放棄したって言ってるけれども、私は放棄してないと。要するに、まあ、ただ単に債務を認めたよ。でも債務の承認は 自己利益の放棄には当たらんと確かにこういう発言はしたと、えー、平成30年になんか「待ってくれ」って言ったよ確かにと Y、えー、は「待ってくれ」っても確かに言ったけれども「待ってくれ」って言っただけであって「えー、自己を使わない」と言ったわけじゃないでしょうという反論は立つんじゃないかなこれ Y 側からの反論。 債務は認めたかもしれないけれども、それは時効を使わないということとは違いますよということが一つ、そしてもう一つ反論できそうなんですか、Y としては。もし仮にこれ時効が完成しているのを知らなかったとしたらどうしましょう、えー、平成30年で確かにえとこの2でね、このような形でいい加減貸したい100万返してくれと言った。 わけです X は平成30年ねで Y はちょっと待ってくれって言ったけどこの時点で私 Y ね Y は時効が完成したことは知りませんでしたでもし知らなかったら放棄できなくないですかいいね放棄っていうのは言ってみれば、えーまあ、具体的なイメージだと放棄ってことは持ってるものをポーンと捨てるのが放棄なわけですよねということは時効の利益を放棄するってことは時効が使えることを知ってなければ放棄できませんよねっていうのを Y としては主張できるじゃない。 つまりこの場合であれば、時効利益の放棄だって X は主張しているけれども、私はそもそも、Y としてね、Y としては私はそもそも時効なんか完成しているの知りませんでしたから、知らないものなんか放棄できませんよねというような形の主張は立つと思うんですよね。すると Y は、もう一つ、これですね、時効完成を知らなかった。ということは、 放棄できないということですね。っていう形の再反論が立つわけです。でもちろんこれね。 民法をいまだ勉強、これからね全体構造の段階ですから、えー、このようなやりとりがパッと出てくるのは今は必要ないです、あの何をしたいかというとこれを1年間かけてこういうふうなことを使いこなせるようにしましょうというね、えー、その最初の,あのイメージを湧いてもらうためのものなので、えー、これがね今わからなくてもそれはある意味当然ですからね、まあ、民法の規定とかを勉強していく中であの条文が使える、あの条文が使えるという形でね、えー、それぞれ、えー、考えていくということになりますからね。 でそのように考えていくとです、ねえー、Y としてはこの債務の承認は時効利益の放棄に当たらないし、時、え、効、ー、完成をそもそも知らなかったんだから放棄もできないでしょうという、まあ、こういう形で、まあ、2つの反論軸が立ってくるということになるでしょうでこのような2つの反論軸が立つと、大体いいこうやって煮詰まってくるんですよ、争点が。でするともう、大、ま、体、あ、いいこういうふうに煮詰まってくると、結局、ここが争点なんですよ。 つまりこの問題を解決するにあたって当事者の主張をどんどん,どん,どん、ねえー、整理していくとじゃあ結局、争点1はなんなのかというと債務を承認することっていうのは時効の利益を放棄することなんですかっていう問題が一つですねいいですね、えー、債務を承認することっていうのはつまり私はお金借りてますよって認めることが時効、えー、利益の放棄に当たるのかそして仮に時効利益の放棄の該当するような行為だとしてもね 時効完成を知らなくて、時効放棄できるか。ですよね。え二、ー、つの問題点が、さい、あ、ごめん、争点二で、ね、ごめんなさい。ええー、争点二だね。つまり、えー、争点一はもう一度言いますけれども、えー、債務を認めること、つまり、自分がお金を借りていることを認めていることが。時効利益の放棄に当たるかどうか。えー、そして、もう一つは、時効の完成を知らない人が。時効の放棄ができるのか。っていう二つです。で、この二つを、要するに。 守りきるというかねあの、この2つを守りきれば、これ、X の勝ちですね、X の請求が、えー、最終的に通ることになります。いいですね、この Y の反論が要するに潰れればで、逆に言うと Y からすれば、この反論のどっちかが通れば、Y の勝ちでしょうね、いいですよね、えー、つまり Y としては X、X のこの自己利益が放棄したんだっていう主張に対して、2つの反論を立てているとで、2つの反論のうちどっちかが立てば、これ、崩れますから。 いいですね X の主張、崩れますから、Y の勝ちということですね、崩れますから、結局は請求権が時効で消滅するということになりますので、勝つということになります。でこのように まあ問題、少し戻りますけれども、この争点を形成していく、でじゃあ実際、ここのその争点に対する回答というのはどうやって出していくのかというと、それは条文に答えが書いてあるときもあるし、これから勉強しますが、判例というのを読んでいくこともあります、最高裁判所が似たようなものによって判断を下している、その判例によって解決することもある、でそれが判例も条文もないと。 条文も判例もないということであれば、それは学説ですね、えー、研究者の方がいろいろな意見というのを出してますから、そういうふうなものを検討していくという形になってきます。でするとです、ね、こういうふうに言えるんですよ。 まあ、結局これ、気になるとは思うんですよね、じゃあ、この争点の答えはどうですかというのは後半でやります、えー、後半でやりますが、まあ、全体としてこういうふうにキャッチボールなんですね、事例問題って、でそうすると、まあ言葉はよくないですが、この高々かか6行、7行の問題を、こうやって分解して、読み解いて、想定形成していくというのが事例問題ということになるわけですね。でそ,それではね、まとめていくとです、ね、1ページ戻ります。 つまり、事例問題というのはこういうふうな能力が問われるんです、まず一つ目は事例分析能力ということですね、えー、時系列とか人物関係を踏まえながら、まず事例の内容を正確に把握していきます、で当事者の主張は何なのかを特定していくと、で大体根拠条文があるはずです、いいですね、法,律法的根拠がなければ、ねえー、請求できませんので、えー、何らかの法的根拠に基づいた主張があるはず、そして反対当事者ももちろん反論が立つはず。 でこのような主張反論のキャッチボールをしていく中で最終的に煮詰まって出てくるのが争点なんですよねつまり事例を分析して当点を抽出するで争点が抽出されたらそれに対する判断をしていくとで最終的には事例解決とでここでまあ条文なり判例なりこれからです、ねえー、本論編の入門講座で学習するような知識をフル活用してえ事例を解いていくということになりますでで慣れてくると面白い です慣れてくると面白いです、ですので、まあ、勉強するときのアプローチとしては、まあ、これからの勉強姿勢ということになりますが、やっぱり条文が中心です、えー、やっぱり六法を引いて、えー、積極的にね、あの講義の中でも復習でも引いていって、まあ、条文をしっかり理解して、そしてあとは条文プラス、まあ、これからやりますけれども、判例ですね、えー、最高裁判所が似たような事件。 ある特定の事件で下した判断、えー、そういったものに対して正しく理解するで、えー、こういう流れになりますまず条文なんですね、えー、当事者の主張を実現する根拠はやっぱり条文であってで条文での適用で難しい場合には条文に関する判例という裁判所の判断を用いていきますいいですね でそうすると判例というのは基本的にはその条文では解決できないものを最高裁判所が出したものを判例と言いますで、まあ、最高裁判所以外の裁判所が出したのは裁判例というふうふに言いますけれどもあの判例はすべからくねあの理由付け必ず言ってますなんでそういう判断したのかっていう、ね、理由付けが必ずついてきますのでそのような まあ条文や制度趣旨を踏まえた説明っていうのが必ず、えー、裁判所は出します。ですので入門段階において判例の学習っていうのももちろん大切になるんですが、やっぱり理由付けですね。なんでかっていう理由付けを正確に抑えていくということ、えー。それからやっぱり条文と同じで。 判例というのも読み慣れていかないとやっぱり裁判官の書いた文章ということですからやっぱりプロが書いた文章になりますのでなかなか最初のうちは得みにくいような感じだったりすると思いますのでそのような文章の読み方判例もたくさん読んで慣れていくということは必要になってくるということになりますでじゃあ実際この事例問題の解き方っていうところになりますけれどもそうするとまあこうですよね学習のスタイルとしては条文があり判例がある。 で判例がないときに学説を学ぶと、まあ、こういう,ふうに頼りにしていくわけです。とするとまず最初に条文を読めなければ始まらないですよね。ですので今日は条文の読み方ということで、あの最初にルールをねいくつか、えー、確認しておきます、えー。条文の読み方3ページですね。あ実際この事例問題解決の方法っていうのは、えー、後半にやります。 じゃあそれを踏まえつつですね、えー、条文の読み方と読みますが、まあ、基本的に条文というのは読、読み方というかね、ルールがありまして、あの上皇後,后というふうに読んでいきますでこれ。このような条文の読み方のルールっていうのは、あの講義を聞くにあたっても大切で。 講義を聞くにあたって、私がじゃあ、19条の3項とか、19条の1項、2項とかね、そういう形で言いますので、それはこのルールね、上、項五という順番になります。ですので、このように刑法19条、次に掲げるものは没収することができるって書いてあって、ね、何か没収することができるんだなとで、犯罪行為を蘇生したもの、まあ、これまだ知らなくていいですよ、犯罪行為を蘇生したものとかだと、多分覚醒剤の所持だったら覚醒剤とかですね。 でもしくは犯罪行為のように供し供しようとしたもの、えー、これは大体、凶、え、器、ー、ですかね殺人事件の凶器とかね、まあ、などなど、まあ、あの犯罪で使われそうなものとかそういったものは没収できますよという規定が刑法19条の規定にありますでこのように次に掲げることが没収することができますで2個、没、え、収、ー、は犯人以外のものに属しないものに限りこれをすることができるみたいな、ねえー、ことが書かれてますが。 そうすするとこここののの下れのれがでつまり、えー、この場合だからこれを超えてるわけ19条1項19条2項というふうに分かれますでさらに1項を見ていただけると1項の中に1234がありますよね次のもの没収できますよっていったところに1234っさらにあるでこれが5です でですので、えー、仮にここを説明するときには私は何と言うかというと19条1条項2号といいいう説明をしますいいですでねこの犯罪行為のように教師、教師をしたものというものを説明するときには、えー、刑法19条1項2号を見ると書いてありますよねという説明になるわけですね。でじゃあ、この1で1項、2項、3項、4項って書いてありますがじゃあ、ここは何て言いますか え次に掲げるものは没収することができるみたいな形でえ要するに5の1号2号3号4号の前のところにこういうふうに書いてあるでこれはしっかり押さえてください柱書きと言います柱書きと言いますえだからこの次に掲げることは没収することができるというのは19条1項柱書きにこう書いてあるよっていうふうに説明されるわけだねでじゃあ没収することができると柱書きってありますがよく引っかかっちゃうのがこれね本文ではありません 本文とは言いませんよくあの論文なんかでもね、えー、よく間違えちゃう人いて、えー、これ19条1項本文でこここう書いてあるよっていうね、えー、なんか日本語のイメージだと本文ってイメージになるんですがあの法律ではね本文っていうのはこういう,こう,いう時には使いませんこういう時は柱書きでじゃあ本文ってどういう時に使うかっていうと2項を見ていただけるとね 没収、えー、は犯人以外のものに属しない限りこれをすることができる、まあ、すごいまどろっこしいことを言ってるんだけどあの、まあ、犯人以外のものじゃないものしか没収できない。 ということは、どういうことかっていうと、犯人のものであったりとか、もしくは、なんか、ゴミ捨て場に捨てられているものとか、そういうものしか没収できませんぐらいの意味です。なんか、ちょっと二重否定で読みにくいよね。犯人以外のものに属しないものっていうとね、少し読みにくいですが、没収っていうのは、犯人のものとか、犯人の物ね、これ、物っていうか、物って読みます。犯人の物であったりとか、もしくは、 どこかに捨てられちゃってるようなねゴ、え、ミ、ー、捨て場に捨てられてるものとかそういったものしか没収できませんよという規定なんですでただし犯人以外のものに属していても犯罪の後にそのことを分かって取得したときは没収することができると、まあ、そんな規定になってますでこれが19条2項なんですが要はこれってあの原則犯人のものはごめんなさい原則は犯人以外のものは没収できないあちょっと違った犯人以外のもの 没収でできないわけですねちょっとこれ、読みにくい条文なんだけれども、まあ、この二重否定になってるからどうしてもしゃあないんだけどね、あの言ってることは、没収っていうのは、犯人以外のものに属しないものを没収するんだということです。ただし、例外として犯人以外のものに属するものでも、こういう場合ですね、犯罪の後に分かっても手に入れたものだったら、それは没収できます。ということで、こっちが原則が書かれてるんですよね。原則があって、 こただしの後ろで例外が書かれている。例外が書かれているで。このような原則と例外になっている場合必ずこっちを本文こっちを正し書きという,ふう,に言うのがルールなんですね。本文正し書きというルールになります。ですので本文というのは正しがなければ出てこない。 正しがなければ本文出てこないで,でこの時、まあ、言葉として適切かっていうと怪しいところですが正しの前に書かれているものが本文ですこの原則を述べた部分で正しの後に書かれている例外を述べたものが、えー、正し書きというふうに言われていますですから本文と正し書きっていうのはセットになります必ずですので条文においてはあごめんなさい条文においては 原則と例外の関係に立っている場合ですね2はこのように本文正し書きで使えますでいいですねここまでね柱書きっていうのはこういうものねでこのように2項に書かれているような原則例外書いているものは本文正し書きですで他にも前段後段という言葉があります前段後段っていうのは文章が2つに分かれている時です別にあの原則例外とかではなくて条文が2文にまたがっている場合ですね で条文が2文にまたがっている場合にはこうやって、えー、検閲はこれをしてはならない通信の秘密はこれを犯してはならないというふうに2つの文章になっているでこの2つの文章になっているときが前段、後段と呼ばれるものになります、えー、ですので、えー、この通信の秘密は犯してはならないというのはこれは憲法21条2項後段というふうにこう説明されるわけですね,いいですねであとはですねさらに法令用語というのも確認していきますあの意外と大切なのがこの「あと」「い」なんです あと「い」がすごく大切でえまたはともしくはの違いですねえ日常生活だったらまたはも,もしくはもおそらくは英語で言う「オアですね英語で言う「オアに該当するものなのでまあ結局同じじゃねえかって思うかもしれませんがえ実は全く違いますえ全く違いますしこれ解釈間違えると全く真逆の結論になっちゃったりするのでえしっかり押さえておきましょうどっちも「オアではあるんですけれどもまたはの方が大きいです でもしくはが小さいですで何言ってるのって話だからね、えー、説明しますけど刑法199条を見ていただけるとこういうい規定があります、まあ、殺人罪というやつですね人を殺した者は死刑または無期もしくは5年,以下の5年以上の懲役に処するというね何、えー、かしないけど人殺すとなんか刑罰かせられるぞというのが、ね、ここから読み取れますがでそうするとですねこれまたはともしくは両方使ってますよね。 でじゃあこれ、どうやって使っているかというと A、オは B、オは C というふうにただ単に並列してなくて、またはというのがでかいんですよ。どういうことかというと死刑または、こういうイメージです。死刑または無期もしくは5年以上の懲役ということで、このまたはが並列しているのは死刑と懲役なんですよ。すごいでかいイメージですね。 で、このもしくはっていうのはどうなのか？って言うと、もしくはっていうのは向き、もしくは5年以上っていう並列ですね。ちっちゃいんですよ。こっちは。わかるかな？えー、っていう形になる。だからもしくはの部分が並列しているのは、この向きと5年以上っていう形でそうするとさ。これあの正確に読めるでしょ。死刑または向き、もしくは5年以上の懲役って言われた場合にはまあ、要するに死刑か懲役になるんですよ。っていうのがまたはで並列してるんですよ。 死刑か懲役になるんだよっていうのがまたはで並列してて、じゃあ懲役ってどんくらいっていうのをこうちっちゃく並列している。無期かもしれないし、無期懲役かもしれないし、五年以上かもしれない。まあ無期または五年以上の有期懲役という形で、この懲役っていうのちっちゃくもしくはで並列しているということになります。ですので、まあこのようにえまたはともしくはっていうのはまあどちらもえ日常的な語法は同じなんだけど、法律っていうのはどうしてもある程度はその 言語としての論理性というのは一義的でなければならないというねえそういうい性質からやっぱりそこはきちっと使い分けがあるということになります、はい、で正直、これ覚える必要は今ありません意識しておけばいいですなぜかというとこれつあの条文をたくさん読んでいく勉強していく中で当然に使えるようになります、えー、当然にに使えるようになりますからそこはあのこういうふうな違いがあるよって意識するだけで大丈夫です。でじゃあ次 ですおよびと並びに、これも同じような関係です、および並びにもどちらも英語で言うと、安どに当たるものです、でこっちは、このね、および並びにもどっちも安どなんですが、並びにがでかいです、並びにがでかいです、ですので、この問題を見ましょう、会社法355条で、こういう規定があるんです。 取締役は法令および定款ならびに株主総会決議を遵守するつまりなんか取締役はこれ守れって言ってるんだよ法令と定款と株主総会決議これを守れって言ってるんですねでなおですけど定款という言葉はおそらく初めて聞かれる方もい,ますいると思いますのでここはあの説明しておくと定款というのは会社の中で決められたルールです会社のまあハウスルールみたいなものでまあ会社の中でその独自に作ってでそれで会社の中であの 要するに適用されるルールを定管と言いますだから学校とかで言うと学則みたいなものだと思ってください、えー、学校とかで言うと校則とか学則の類ですよねでそのような会社の中でのルールのことを定管と言いますですから取締役っていうのはちゃんと法律も守ってねと 法律も会社,で会社のルールも守ってねとそしてもう一つは株主総会っていうね株主が集まって集まることを株主総会と言いますでその株主総会で決まったことも守ってねということで、まあ、取締役が守るべきことが3つ書かれてるんですよ法令定管、定、まあ会社のルールそれから株主総会の決議それを守ってくれとじゃあこの3つなんだけれどもおよびと並びにをこう使い分けてるということですどうなるかというとおよびがちっちゃいんですね法令定管 ならびに株主総会決議を遵守するということになります。ですから、これをまあ A、B、C にすると、こういうことですね。A、A&B、B まあ、こんな関係ですね。だからね、な、え、ら、ー、びにがでかいという感じになりますから、えー、法令定款、およびがちっちゃいですから、ここがこうち,っちゃいわけですね。A&B で並びにってでかくなってて株主総会決議と、まあ、こういうような感じになってます、えー、で一応こういうふうにおよび並びにって場合には並びにが大きいとだからちょっとだから順番的にはこのまたはとまたはの場合にはまたはもしくはまたはが大きくておよ、えー、び並びには並びにの方がでかいと、まあ、その切り方としてね、えー、切り方としてはでかくなるということですでこれももちろん覚える必要はありません、えー あの学習してていく中で当然にに使えるようになってきますじゃあ考えてみると ABC をこうやって分けて、えー、法令定款株主総会決議をこうやって並びにがこうでっかいくておよびがちっちゃくてこう分けてこうなりますよっていうのは論理的に分かると思うんだけど意味があるのかっていう問題ですね。<laughs> 意味がある分かりますかねだって結局 A と B と C3 つ守るんでしょ。 いいよね法令、定款株主総会決議ってどれも守んなきゃいけないんだったら別に大きく区切ろうが小さく区切ろうが関係ないじゃないかとえいうふうにまあ思われると思うんですよ。いいですよね結局 ABC が全部なんだからただこれには意味があるんですよ。あそこで切ったというのはこの法律を作った人は A と B を大きなまとまりで見てるってことですよね。で A と B を大きなまとまりで見てるそうするとこの ABC を見ると法令と定款これ何でしょうか 要はルールーですよね国が決めたルール、まあ、国などですね国が決めたルール会社が決めたルールこれを1つのおよびでまとめてるんです。A と B を1つでこうくくってるっていうことは、えー、つまりこの会社法が言ってることっていうのはでこの決議っていうのは決め事でしょみんなで決めたこと。 まあ株主総会で集まって決められたことということになりますから要は会社法355条というのはこういうふうに並びにで区切ることによって決められたルールとみんなで決めたことは守ろうぜって決めるわけですよ。わかる、えー、つまり法令定管っという,こう決められたルールとあらかじめ定められたルールとみんなで集まって決めたことは取締役守りましょうと。でじゃあみんなであらごめんななでごめさい あらかじめ決められたことと、えー、みんなで決めた決め事は守りましょうじゃああらかじめ決められたルールってどういうものですかそれ言二2つあるのよ法令と定款ですよというふうにまあ立法者の意思ですね立法者としてはこういうふうに大きく分けてるんだっていうことがこの ABC をこう区切ることの意味としてあるわけですねでなおですけれども次の「時」と「時」についてはこれはもうざっくりで言うた大丈夫です、えー、ひらがなで「時」って書いてある時と漢字で「時」って書いてある時があります でひらがなで時って書いてある時はこれは場合って意味ですいいですねだからその瞬間って意味ではありません何とかな瞬間にっていう時ではなくてそういう場合にはねっていう時にはひらがなで時と書かれますで漢字で時って書かれるのはその瞬間ってことですその瞬間って時には時って使いますじゃあ、えー、と時の例ですけれども、まあ、ちょっとなんかあれだね えー、昔というかね、中学校とか高校とかでやったことあるやつですね、あの憲法の中で、両院協議会ってありましたね、予算決めるときに、えー、参議院と衆議院で異なった議決をしたときには、えー、法律の定めるところによって、両院協議会って開くんですよね、えー、参議院と衆議院で異なった予算が、あ予,算予算についての議決が異なったと。 いいね、参議院と衆議院で異なった議決がなされたら参議院と衆議院でこう両院協議会で開くんですよね、お互い話し合いをする、で意見が一致しないときは衆議院の議決が国会の議決になるという、まあ、衆議院の優越という、ねえー、話でした。これもあの,講義の中、ね えー、本論編の憲法の講義の中でもう一回やりますけれども、えー、このような形で衆議院の優越なんて規定があったで、この時に予算について参議院と衆議院で違った議決をした場合に、両院で協議会を開きます、でも意見が一致しないと衆議院の議決になるんだと、でこの時です、だこれは場合って意味で使ってるでしょ、えー、その瞬間にって意味ではないわけです。 その瞬間にという意味ではなくてそういう場合には衆議院の議決が国会の議決となるという規定になりますそしてもう一ついきましょう推定するとみなすという2つの言葉ですこれもどちらもに日常生活の中では えー、推定という言葉とみなすという言葉は、まあ、そういうことになっちゃうよという意味はなんかよく出ますよなんとかとみなしますなんとかと推定しますというと、まあ、そういうことになりますよという意味で使うんですけれども実は、えー、意味が違いますこれもでで特にこれはあの意識してほしいのは絵の違いはしっかりと全体構造で理解しておくと民法の学習ですごく深まりますから、えー、ちょっとここは意識的に見ておきましょうじゃ、えー、具体的な例としては民法188条がおそらく、えー、レジュメにあると思います、えー どういう規定かというと、占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定するという規定なんですね、で占有っていうことは、これ、どういうことかというと、物を実際に持っていることを占有と言います、えー、物に対する具体的なこういう支配を持っているときに占有と言います、ですので、これは私、私、今、この六法を占有していることになります、で、で私が占有者ですね、だからね。 で私は占有者です。ということはこの188条の規定は占有者が占有物に対して行使する権利は適法であると推定すると。 ということになりますつまり今、私が占有者この6法が占有物でこれに対して私がいろんなことできます、まあ、6法引いてもいいです、まあ通常の用法は引いたりするわけですけど場合によってはこれ人に売ったりとか場合によっては捨ててしまったりとか、まあ、いろんなことできます、まあ、所有者であれば当然できるようなことなんだけれどもじゃあ、えー、この188条はなんて書いてあるかというと、まあ、占有している人が占有物について行使する権利は適法だって推定されるわけですからこれを捨てようが売ろうが。 例えばね、これを燃やそうが何しようがかまわんという規定なんだけれども、ただ推定するっていう場合には、結論としては、覆る可能性があります、私が今、これを誰かに売っちゃおうと、6本これ、いいよ、100円で売るよって売ろうとしてるわけですね、でその時に、いや、ちょっと待てと、それはお前のじゃないぞと、実は私のだっていうので、所有者が現れて、これ違うでしょっていうふうに言われちゃったら、推定覆りますよね。 いいで,すね、で、六を見てごらんなさい、ここにあなたの名前じゃなくて、違う人の名前書いてあるでしょうという形で他の人が言ってきたら、それはもちろん推定覆れますね、えー、占有者が占有物に対して行使する権利は適法だという推定は働きます、これは要するに通常そうだからなんですよ、通常占有しているということは、その人が権利者だっていうのが通常でしょう、ですから占有している人がまあこういう形で物を売ったりとか、場合によっては、さっきも言った通り処分したりしても、それは、 例えばこの正しい所有者だということが証明できなかったとしても、占有者が使う権利は適法なんだというふうに推定が働くわけです。ですが、実際の真の所有者が現れて、あなたは所有者じゃないでしょうと、何やってるんですか、違法ですよということが証明されると、覆ることになります。ですので、推定のポイントは覆ることということですね、推定の場合、ポイントは覆るということです。推定はね 覆る,、ねえーる,えー、る可能性があります、推定はね。で、その一方で、みなすの場合は、もう逆です、絶対に覆りません、みなすは、えー。みなすと言われた場合には、覆ることはありえない、えー、民法753条でこういう規定があるんですよ、えー、未成年者が婚姻をしました。 成年に達したものとみなされますという規定がありますよねでこのように、えー、未成年者が婚姻をした場合には実際未成年なんだけど成年達したものとみなされますでこのみなされてしまうとこれは推定は覆推定と異なります推定とは異なって覆ることはない、えー、覆ることはありません で覆ることはなくて、ですねこれを犠牲と言います、み、えー、なすの場合ですね、み、えー、なすの場合には覆ることはありませんので、えー、それはね、えー、法律用意では犠牲されると言ったりするんですね。 でこのじゃあどういうことかというと、要するに未成年者が婚姻したら、成人達したものを見なされるんだと、でだから仮にですねあの、ある特定の人が、私は未成年者で婚姻しました、確かにと、婚姻したんだけれども、私はまだまだ未熟者ですから、えー、未成年者として扱ってくださいということは言えないわけです、えー、いいですね、例外を認めないんです。 例外認めないです。えー、ですから、えー、私はまだまだね、勉強不足だから、えー、確かにね、婚姻したけれども。えー、未成年として扱ってくださいねっていうことは。どうやっても許されないというのがみなす規定ということになります。ですので、条文読むときに推定なのかみなすなのかっていうのは非常に重要な意味を持ちます。いいですね。えー、戻りますけれども、あの推定っていうのは覆るんです。推定っていうのは覆りますから、えー、それとは反するような事情が。 出てくればそれによってその条文で書かれていることがひっくり返る可能性はあるんだけれどもみなすの場合にはひっくり返ることがありえないというねえそういう大きな違いがありますのでここは押さえておいてください、はい、でそしてですね前半ここまでやっちゃいたいなと思ってるんですがあと少しですねえ条文の構造ですでこちらについては えー、実は先ほど一番最初の事例を解くときにやりましたけれども必ず要件・効果で分析をするということになります読むときはね、えー、要件と効果による分析ということになりますで、えー、先ほど消費貸借契約の民法587条でも示したところですが、まあ、1個、まあ、たくさん書いてありますけど1個練習しましょう、えー、この後の後半の講義の中で扱うものです、えー、94条これは民法の私の1回目の本論編の講義ね え本論編の1回目の講義の中でもこの民法94条はメインで扱うところになりますがえどういうものかというと相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするという規定ですでどういう規定なのかというとあの相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効ですですからまあこの相手方と通じるというのは通謀といったりしますでどういう状況かというと 例えば A さんと B さんでお互いに売るつもりもなう買うつもりもないお互いそんなつもりもないのにじゃあ売ったことにしましょう買ったことにしましょうつってもう売買をしたことにしちゃうという状態がこれだよねもう相手方と話を示し合わせてね通報ですからね相手方と示し合わせて実際に嘘の意思表示をするっていうでそんなものは無効だよと。 分かりますね。お互いに売るつもりもない、買うつもりもない、そんなそのつもりもなくて示し合わせるだけだったら、そんなものっていうのは、効力を生じさせちゃいけないだろうというのが、この94条1項です。ですると、これっていうのはですね、分けるとここで切れるんですよ。相手方と通じてした虚偽の意思表示が生じると、無効になりますよということになりますよね。とすると、要件はこうなるわけです。 相手方とでしたで、嘘虚偽であることそして意思表示がなされるでこのような分析っていうのは講義の中でやるからね。 この分析というのは講義の中で一つ一つで必要な特に重要な条文です、特に要件解釈が重要な条文ではこうやって要件を分,類分解していきますからそこは講義で押さえていけばいいですで今回だったら94条というのは相手方と通じてした虚偽の意思表示と分かれますで、これを全部満たすとある効果が生じる、それは無効だよという効果。という状況の条文になります。 ということは、この通報虚偽表示って具体的にどういう状況でなされるかというと、A さんと B さんとの間で、売るつもりもない、買うつもりもない、ですので、A さんが持っている土地があったとします、これ、所有者ね、A さんが持っている土地を、そんなふうに通報で94条1項という形ですね、通報したとしても、これは無効なんです、この契約は。ですから 要するに A、B 間では無効になりますから、A の土地、これ、丸書って所有者ね、A の所有である土地を B に売ったことにしよう、買ったことにしようってお互い通報したとしても、これは無効ということになります。ですから、A が所有者のままですい。いお互い売るつもりも買うつもりもないのに、通報虚偽表示をしているということになりますから、それについては無効な意思表示になる。まあ、言ってみれば当たり前ですよね。 言ってみれば当たりますよねお互いその気がないんだからそんなの無効でしょっていうねそんだけの話なんですでちなみにこの続きがありまして <laughs> 94条2項を見ていただけると全項の規定つまりこの通防拒偽表示ですね全項の規定による意思表示は善意の第三者に対抗することはできないという規定がありますでここは条文の解釈というよりは、ね、あの言葉遣いのね知識として持っててほしいのは善意というのは何かっていうと これはいいか悪いかという意味ではなくて知っているか知らないかですですから善意というのはそのことについて知らないことを指します <laughs> これは民法の学習でも何回も使いますけれども、まあ、日常生活で善意というとねなんかいい人という、ね、どちらかというと道徳的な観念として善意って使うんだけれども法律,学において、まあ、法律においては善意というのはそういう意味では一切使えません。 えー、物事を知らないというね、不知であることを善意と言います、で悪意といった場合には、知っていることを悪意と言います、えですから、えー、物事を知ってるか知らないか、ただそれだけで善意悪意という使い分けをしますので、えー、善意の第三者というのは、知らない第三者ということです、でつまり、通報虚偽表示について何も知らない第三者に対抗できない、でこの対抗することはできないもう法律用語です、普通、対抗というのが戦っちゃったり、ね、しそうなイメージですね。 なんか戦ったり争ったりというイメージかもしれませんが法律で対抗するというのは権利ですね自分の権権利利とか効果権利や効果を主張できないことを対抗できないというふうに言うんです。ねとするとこの2項というのはどういう場面で使うかというと。 はい、ちょっとと戻りますすこのやつですね。えーまあ、具体的な事例としてやっていきましょう A さんと B さんとの間で通報虚偽表示をして A さんの土地を B さんに売ったようなことにしているででこの売ったようなことにしているんだけれどもこの B さんが、まあ、なんか所有者であるような外観があるわけです向こうだけどね。 えー、所有者であるような外観があって、まあ、これ、土地じゃなくて何、何よパソコンとかにしましょうか、えー、A さんと B さんで、パソコン売るつもりも買うつもりもないのに、お互いに売ったことにして、買ったことにしてということで、えー、通報虚偽表示でパソコンをこうやって、えー、B の手元に置いている、で当然、無効なんですよ、これは。ですが、この B さんがパソコン持ってるのを見て、C さんが欲しいと思っちゃったと、で、えー、欲しいと思っちゃって、<laughs> C さんに売ってくれと。 B さんは分かったっ,つって言って、売っちゃったと、まあ、こういう状況で、こういう状況ですねで、そうすると C というのは、通報虚偽表示を知らない善意の第三者ですね、えー、通報虚偽表示を知らない善意の第三者ということになります。 でそ,それでは94条2項を見ると、この無効の意思表示なんで本来ね、だけれども、善意の第三者に対抗することはできないから、A としては返せって言いたいんですよ。<laughs> A としては、C さんがこれ、パソコン勝手に持ってっちゃってますからね、パソコン持ってっちゃってますから、俺のもんだから返せって言える、で言うための本家はこれでしょ、94条1項で無効だから。 えー、要するにこの AB 間の話はこれ売った、買ったみたいにやってるけどこれは通報共有表示で無効だから私のもんだから返せって言いたくなるんですよ。えー、すると、えー、この A から C に対してつまり AB の。 AB は通報拠陣表だから無効だという主張をしたくなるんだけれども、善意の第三者に対しては、そのような主張はシャットアウトされると、このような無効主張はできず、これが対抗できないということですい。い本来だったら A はこれが無効だと、94条1項で無効だから私のもんだよと。 有視したくなるんだけども、通報虚偽表示に基づいた無効主張は、全員の第三者に対しては主張できない。とすると、結果的に全員の第三者は、このパソコンの所有権を得ると、結果、こうなるわけですね、無効だって主張できないわけですから、C さんが所有権を得ていくということになります。でこれが94条2項という規定ですね。 でここまであのちょっと簡単に触れてになりますがあの、どうしてこういうふうな規定があるのかというと、実は後半でばしっとやるところなんでやっておくと、やっぱり A と C、どっちを保護するかっていうところからね、こういう規定があるんですよ、えー、実際、A と B、AB 間で通報虚偽表示をなされて、通報虚偽表示を、ね、善意で信じた第三者が買い受けた、この時は要するに返せという A と私のもんだっていう C がぶつかってるんですよ、利益がね。いいですね、2人がぶつかってるわけです、どっちのもんだっていうね。 その時どっちのものだって争ってる時にどっちを保護するかっていう価値判断なんですでそうするとやっぱり A は自分からこういうことやってるでしょ落ち度があるんですよ A っていうのは B との間で通報虚偽表示をするといったような落ち度がある一方で C には落ち度がないですよねこの外観を信じたこの B が所有者っぽくなってるっていうのを信じて取引に入ったんだから A と C どちらを保護するかといったら C を保護すべきだというそういう形になるわけです という形を考えると、ちょっと6ページ、ここまで <laughs>、一般的にこれはね、1回目の講義、民法でやりますけど、こういう規定なんですよ、権利外観法理と言われていまして、さっきの事例で言うと、A が奇跡性、これは落ち度があることを奇跡性と言います、A に落ち度がありますよねと、A に落ち度がありますよね、そして虚偽の外観があります。 通貌虚偽法人に基づいた虚偽の外観が存在していて、そして最後に第三者が信じた、C ですね。ということであれば、本人の犠牲の下、第三者の信頼を保護する、つまり信頼通りの権利を認めようという考え方、でこの権利外観法理というのがあの現れたのが94条2項というふうに説明されています。はい という形なんですねでそうすると戻りますけれども条文を読むときには、まあ、まずは、ね、あの94条1項にあるとおりこのような要件・効果の分析というのをしっかりとできるようにしてほしいということ、ね、でそれから要件・効果の分析もそうだしあとは条文によってはこういうい善意という言葉とか対抗することができないとか、まあ、法律特有の言い回しというのがありますのでその法律特有の言い回しというものをしっかりと頭に入れていくと。 こできていればすであとは余裕があればこの条文ってどういう意味だろうという具体例です、ね、なんかこれから本論編でこういうことやるんだみたいな、ね、そういう感じになるといいかなと思ってるんだけども、えー、具体例ですね、えー、どうしてもやっぱり条文っていうのは読んでて抽象的だったりね、えー、まあなかなか分かりにくいところがありますから、えー、この94条1個はこういう状態。 94条2項というのは、この B から C が善意で買い受けたときに、A は自分のものだって言えなくなっちゃう、結果的に C が保護されるんだというね、こういう具体的な例、そしてさらには、これっていうのはなんでという、条文がこう作られた理由を趣旨と言います、なんでこういう条文があるのかなっていうのが趣旨っていうふうに言われているんですが、重要なものについては今言った通り、趣旨というのも押さえておくと。 で権利外観法律と呼ばれているもので、A に落ち度がありますと、そして虚偽の外観があって、それを第三者が信頼したんだったら、それは A と C ならば、当然 C を保護すべきだと、A は保護するに値しないと、だから A は所有権を失ってもやむを得ないんだという、こういう考え方で、この94条2項ができてますよということを押さえておくといいと思います。 はい、で一応、ここまでが条文の構造ということになりますけれども、少しここで一回休憩を挟んでいきます。じゃあ、えー、条文の構造とか読み方ですね、えー、特にレジュメでいうと3ページ、えー、条文の読み方、それから4ページの条文と要件効果、えー、それからその文言の読み方、それから具体例を使って、えー、イメージ、そしてあとは、 その趣旨というものはね、えー、それぞれをしっかりと押さえていって、条文をこれから読んでいくということになります。特に本論編なんかはそういうふうな形のものが中心になっていきます。じゃあ、次のね、後半入ったら何やるかというと、じゃあ、条文でこう書いてあるけれども、じゃあ、その条文が一義的に決められないような、曖昧な場合に、どうやってじゃあ処理をしていくのかというところから入っていきます。では、一旦ここで前半終了して、えー、ちょっと休憩して、後半入りましょう。じゃあ休憩します それでは、えー、後半の内容に入っていきましょう。えー、とすみませんちょっと前半ですけれども、少しね、あのちょっとかすれ声でお聞き苦しかったかもしれませんけれども、後半、ちょっとね、えー、喉の調子、えー、バッチリですので、えー、じゃあ、参りましょう。えー、とそれではですね、えーと、先ほど触れたところですが、えー、とレジュメの4ページ、ですね上部の構造ということで。 えとまあ、要件効果分析とあとはそれから税理、えー、の第三者に対抗できないという94条2項の話を中心に進めましたがでは、えー、とレジュメの5ページに行きますと、えー、条文の解釈ですね、今度はねじゃあ。条文を用いて事例が解決できない場合の、まあ、ケースとしてはそもそも条文がないものというのもあるんですが、まあ、条文に規定があったとしても、えー、条文の解釈が一義的にならないという場合もあるんですね。えー、先ほどのの講義の中では えーまあ、実際に論理的な部分ですねあの、まあ、言語的な論理っていうのは、えー、3ページにもあった通りまたはもしくはとかね並びに及びにとかね及びと並びにのように、まあ、ある程度一義的に、えーまあ、いわゆる記号論理というか言語としてはてあの一義的にはなるんだけれどもただ文言としてじゃあ完璧な文言を一義的に決まるかっていったら実はそうでもないんですよ、えー、ここのレジュメにも書いてますけれども、まあ、条文っていうのはその意味では意味としては完全なものではない、えー、あえて曖昧に表現しています でこれはなぜかというとやっぱり時代の変遷があるんですよね。で まあ民法も大改正されました、えー、実はね、えー、4月1日ですね、2020年の4月1日に大改正って形でされたんだけれども、えー、実は民法の本当の大元っていうのは、もう明治の時代なんですよね、でその時代からずっと生きてきたもの、で、えー、民法も改正されましたと言ってますけれども、えー、改正された部分っていうのが、じゃあ、えー、じゃあ、全体の中のどのぐらいかって言ったら、全体の半分も改正されてないんですよね、えー、全体の中でもやっぱり一部分が改正されているということです。えー、ということは、よく考えてみたら、すごい話で、 よくよく考えてみるとすごい話でしてえまあ明治時代だったとかもしくはねまあ戦後間もなくでもいいかもしれませんけれどまだねえ通信手段としてね電話とかもまあ十分にあったかどうかっていったらね怪しいところだし自動車も普及していないとまあ全く今とまあまあまあもっと言えばねもうパソコンとかそういったものも全くないような時代に作られた法律が現在生きてるんですよね。 でそれはやっぱりまあ憲法も戦後からずっと生きていてまだ一回も改正されていないとでもう何十年場合によっては100年単位で法律っていうのはずっと生きているでこれなぜ生きているかっていうとやっぱり条文としてまあ曖昧さがあるんですよね、まあ、時代の変遷に耐えられるような曖昧さっていうのをあえて残しているというところがあるのでこのように法律っていうのは長く続くんですよじゃあ,、まあその一方で問題になってきちゃうのはじゃあその意味で あのまあ、時代の流れには耐えられるんだけど、まあ、完全ではないんですよあえて曖昧に書いているということになる。 そうするとそこはやっぱり解釈をするという必要性がどうしても出てくるということになりますじゃあ、えー、解釈の必要性ということになるんだけどじゃあ法律の解釈って一体何なのかということで、えー、まずは、ね、2つの考え方をちょっと、ねえー、ご紹介するとですね、1つは分離解釈ですね、えー、分離解釈というのはこの文面をそのまま読むという解釈です、えー、1つ例としては下にありますけれども今日はこの内容から、ね、入ります、えー、この解釈の方がね えー、この橋馬車は通るべからずという立て札がありますということですね、えー、この橋馬車は通るべからずという立て札があるこれは法律と読み替えてください、えー、この橋を馬車は通ってはいけませんという、まあ、そういう規律がある場合にじゃあ自動車はこの橋を通ることができるのかという問題なんですねで分離解釈をすると橋を馬車は通ってはいけないことは間違いないけどそこまでなんですよ いいですね、馬車が通ることができないんだということはこの文言から解釈できるけれどもじゃあ自動車が通れるかどうかということはこの,この橋馬車は通るべからずというこの立て札からは明らかではないじゃあどうするかというとその目的論的解釈というのに入っていくんですね分離解釈で明らかにならないまずは分離解釈をした上で一義的に決せられない不都合が生じた場合には目的論的解釈じゃあ目的論的解釈とは何かというと 条文の旨旨とか制度趣旨を考えるんですよでなぜこの立て札が作られたのかですねこの事例でいうとね、えー、この事例でいうとなぜこの立て札が作られたのかっていうのを考えてでその作られた趣旨に沿うように解釈をしていくということになりますで解釈方法っていうのはすごいたくさんあります、えー、反対解釈拡張解釈縮小解釈類推解釈などね、えー、さまざまな解釈手法はありますが、えー、今回の全体構造編の中では この反対解釈と類推解釈というのをちょっと理解していきましょう、えー、分離解釈をした場合ですね、えー、どうなるかというと馬車が通れないことは明らかですよね。い、え、い、ー、ですね馬車が通れないことは明らかでも 自動車はといっ,ったときにやっぱり一義的に決することができないわけですね。ですのでまあ分離解釈で処理できるのであれば馬車が通れますかという議論だったら全く問題ないわけです、えー、馬車が通れるかどうかという議論であれば通れませんと言われてそれで終わる話ですがじゃあ自動車を通ることができるかについてはもちろんこれ争いが生じるはずですよね。えー橋まあ、例えば自動車が通通ろうととすする人はいいやいやこれ通れますよと えこ,のこの橋馬車は通るべからずって書いてあるえこの立て札を見て通れるというふうに主張するわけですでじゃあ場合によっては橋のオーナーですね橋の管理者としては通したくないのであれば通,り通せませんというわけですよねじゃあどうやってそれぞれの主張が根拠づけられるかというとこの解釈なんですよで一つ言えることは反対解釈と呼ばれるもので反対解釈というのはこの橋を馬車が通ってはいけないということはいいですね 馬車以外のものは通れるよという解釈になるわけですねで、これが反対解釈と呼ばれるものつまりえ自動車が通通したいというねもしそのような主張をするのであればですねそのような主張するのであれば反対解釈によることになります反対解釈によれば自動車は通ることができると ででじゃあこの反対解釈をするのはまあ通りたい側はいいわけですただ、なぜ反対解釈をするかというとこの趣旨を考慮するわけですですからあの自動車が通りたいと思っている人はどう考えるかというとこの縦札が作られた理由は馬車を通したくないからなんだという趣旨だよね、えー、つまり世の中にあるたくさんの乗り物であったりとかたくさんの往来物の中で馬車だけは通したくない。 だからこの縦札が作られたんだという、えー、そのような趣旨を考えるわけですね。えー、そのような趣旨を考えていくとじゃあ馬車以外のものもはは通れるはずでしょうとすれば反対解釈によって自動車を通すことはできることになる。じゃあ通したくない人いやいやそんなことないと、えー、この縦札が作られた趣旨は違うんだとじゃあどういう趣旨で作られたかっていうと通したくない人はこうううでしょうねこれは橋,の橋がね老朽化していて 重たいものが通るで橋が崩落するんだからそのような危険性が生じるような重たいものを通す,必要は通すことはできないという趣旨で、えー、当時縦て札が作られた当時馬車だったわけですそれがいいです古い縦て札であえばその当時はその橋の崩落を引き起こすような、えー、重量の重い、えー、往来物のが馬車だったから建てているだけであって、えー、その趣旨としては馬車に限ったことではなくて橋の崩落を防ぐということですね。 橋の崩落を防ぐ目的なんだと、えー、こういうふうに解釈するとすれば馬車に限らず重い乗り物について禁止しているんだっていうふうに法令解釈するわけですとするとこの累推解釈によった場合どうなるかというと自動車は通れない通れないですね 自動車は通ることはできないというまあ、こういう結論になってくるわけですね。でこれはもちろん橋を立てた人に聞けば早いあごめん立て札ね、えー。これはもちろん立て札を立てた人を直接呼んできて聞く気がわかるんだけれども、ただまあ、この立て札を立てた人が、えー、実際にその場にいない場合にはこの人の意思を読み取ることになるわけだよね。えー、この立て札を立てた人がどういう意志でこの立て札を立てたのか、えー、それをお互いに、えー 解釈するというかな考慮していくわけですよでその考慮した結果として、えー、通りたい側としては反対解釈をすることで自動車は通れますよで通したくない人は累、えー、推解釈によって通れませんよと、まあ、こういうふうな形で、えー、分けていくということになりますで下に、ね、いずれが正しい解釈かということを書いてありますけれども基本的に正しい解釈というものがあるわけではないですよね、えー、この 縦札を立てた人に聞ければそれは一番早いんだけれども、まあ、そうでない場合には、まあ、どちらも筋は通ってるだろうと。 どちらも筋が通っている、じゃあ、どちら側の趣旨によるのかということは、まあ、裁判所が判断していくということになりますけど、まあ、どちらが、まあ、最終的にはそういう意味では、こういう趣旨ですよということは裁判所は判断するけれども、どっちかの主張があながち間違っているわけではないというところが、やっぱり解釈の難しいところではあります。ですので、まあ、実際これからね、法論を学習するにあたっては、自分の立っている立場ですね。 自分が例えばこの場合通りたい立場なのか通したくない立場なのかまあその立場に立った上えで適切な結論を導くための解釈手法っていうのを考えていくということになっていきます。でなおですけど類推解釈って今こういうふうにね重、えー、い乗り物だから禁止だよだから通れないよっていう話でね今一つの,けあの説明はしましたけれどもただ類推解釈っていうのも必ずしもじゃ類推解釈だったら通れないっていう結論になるかといらそんなことでもないんですよ。 えー、当時まあ、今だったらねまあ,あのないかもしれませんけれどもまあ、昔馬車を通すなっていう理由っていうのは実はもう一つなんですよあの橋が壊れちゃうからってわけではなくてまあ、今みたいに道路が舗装されてない時代であると、えー、どうしても衛生上の問題なんですよね、えー、どうしてもあの乗り物生き物ですから、えー、馬車のような生き,生き物っていうかね、えー、馬車が往来してしまうとどうしてもあの まあ昔,みたいに昔はアスファルトではなくて、ね、土がこう固められているやつだから、ね、あの雨が降るとぐちゃぐちゃになっちゃうような、ね、そういう,ふうな道もあるわけです。とするとやっぱりあの、まあ、馬だとあ糞が出たりするわけですよねで、そうするとやっぱり衛生上の問題が生じるでそのような衛生上の問題を避けるために通したくないと、つまり馬車の往来を禁止したいというそういう立法趣旨、この場合は立て札ですね、この場合は立て札を立てた趣旨というのも考えることができる。じゃそのような趣旨にに立った場合には いいですねこのような趣旨に立った場合には自動車は大丈夫ということになるんじゃないですかつまりこの馬車を通したくない目的というものが橋の崩落,の崩落を防ぐ目的ではなくて周辺の環境特に公衆衛生にとって悪影響を及ぼす恐れのあるような乗り物だというふうに考えると、まあ、自動車というのは あの実際、まあ、もちろん排気ガスの問題とかあるかもしれないけれども少なくとも、まあ、馬車のような公衆衛生上の問題が生じる乗り物ではないのでじゃあ通れますよということはありえるということになります、えー、ですので、まあ、立法趣旨とか制度趣旨を読み解くことによってさまざまな結論が、えー、導かれるということになりますですので場合によっては、ねえー、前半の中で、えー、形成という話をしましまたね事例のね争点、えー、形成という話はしましたけれどが、まあ、こういうふうな制度趣旨がぶつかり合うと。 制度趣旨によって結論が異なってそこでぶつかり合うという争点も実はあり得るということになるんですね。で今日はですね、えー、と憲法の一回目の講義が、えー、まあ本論編早速始まっていきますので、えー、この類推適用とか類推解釈というものをちょっと深く勉強したいなと思っています。でこの類推解釈については、えー、と九十四条二項をちょっと使っていきます。九十四条二項を実際に使いながらこれからどういうふうに。えー 法律の解釈論をやるのかというのを練習していこうかなと思っているんですが、はい、じゃあ94条1項、2項についてはもう勉強しているんですね、えー、前半のところで扱ってますからじゃあ、えー、ちょっと事例1を見てください、えー、この事例1を見ていただけると A は債権者からの差し押さえ、まあ、お金借りてるんですね、A さんね、誰かからねでこのままじゃ差し押さえされちゃうだから差し押さえを免れるために友人である B と示し合わせます。 友人である B と示し合わせた上で A 所有のパソコンを B に売ったことにして B に引き渡しましたということはこれ通貌虚偽表示ですよねお互いに売るつもりも買うつもりもないのに示し合わせて通報をした上えで売ったことにしていてそして引き渡したで引き渡しを受けた B は事情を知らないつまり善意の C に本件パソコンを売却し C に引き渡したということになりますとすると事例1っていうのは思いっきり94条2項の要件を満たしているよね 通報虚偽表示がなされてて A さんが所有者 A さんが所有者で通報虚偽表示がなされてパソコンが引き渡されたとで引き渡しを受けた B は事情を知らない C、まあ、善意の C に対して善意の C に対して引き渡したということになります とということはこはの C は善意の第三者で94条2項で保護される第三者とということになりますよねですから A はこの通報虚偽表示の向こう C に主張することができないという場面ですでこれは直接適用される場面ということになりますがちょっと似ているもので、ね、事例2を見てください、えー、事例2これは、ね、民法の第1回の講義で扱う事例です A は税金対策のため、えー、自己所有の土地の登記名義 登記、まあ、ていうのは、まあ、土地が誰のものなのかっていうのを示すための,、まあ、てあのものだと思ってください登記、えーまあ、っていうのをしておくとそれが誰のものなのかっていうのが外からも明らかになるようなそういう手続きですでこのような登記を無断で息子の B 名義にしてました、まあ、A, さんとしては A さんとしては土地の所有者なんだけれども、まあ、このままじゃ税金かかるの嫌だよと、まあ、これ取って登記のことですね、えー、勝手にやってます。 勝手に登記をしていますですから A さんは税金対策のために自分の持っている土地を自分の息子のところに勝手に登記を移していて税金を節税っていうかね自分は税金払いたくねっつってね登記を B の名前にしてました。 えーまあ、もちろんあの土地ってあの持ってるだけで税金かかりますからね、えー、固定資産税って形で結構高い、えー、税額がかかるケースもありますので、えー、だから A としては自分,の税金自分に税金かかるのだから息子の名前に変えてたとそしたら息子が気づいたんですよおこれ俺の登記になってんぞと、えー、いうことでそれに気づいてこれを期間として、まあ、これをチャンスとしてです、ねえー、これをうまく利用してしまって事情を知らない C に売ってしまいましたで登記を移しちゃったと、まあ、こんな状況です。 とすると、なんとなく先ほどの事例となんかやってることは似てるわけですね。えー、当然、A と C とかの利害対立を思いっきりぶつかるところですね。A からしてみれば、これは勝手にやったことですから、私が所有者だって主張ですよね。えー、私が所有者だって主張。で、C からしてみれば、私は B から買い受けたんだというね、そういう主張になります。じゃあ、えー、さっきと同じように94条2項は使え、なんかずっとしてみるとやっぱり似てますよね。えー、これ、C 善意ですから。 だから94条2項が使えそうな気もするんですがただ、これってあの最初にやるけど分離解釈ね分離解釈から入っていくとやっぱ無理なんですよ。なぜかというと94条1項の要件は何でしたっけ通報した虚偽の意思表示なわけですはいまず、ここは重要ですね無断でやっていたってことは通報がないんですよね通貌ないですよね。 これですね、通報はないですね、えー、そしてあともう1つこれはねあの学習進んでからでもいいです登記って意思表示ではないんですよ、えー、意思表示っていうのは民法の1回目の講義でやりますけれども、えー、何らかの法律交換に向けられた外部への意思の表明なんですね、えー、だから売りますとか買いますとかね、えー、そういうふうな、まあ、契約に向けられた申し込みと承諾なんていうのは意思表示になるわけですが登記ってまあ手続きなんですよ えー、広報上の手続きと言われていて、まあ、自分、あの土地の所有権というのが私の所有権ですよということを外に示すために、まあ、手続きをするで、えー、やるのも簡単で法務局に行って必要書類を出すわけですね、必要書類を揃えて手続きをしてしまえばそれで済むわけですねですから、登記というのは厳密に言うと意思表示ではないんです。 ということは、通報もなければ意思表示でもないから、94条1項がそもそも使えないということになります。94条1項がそもそも使えないということは、94条2項の問題にもならないというのがストレートなものです。これが分離解釈した場合、つまり直接適用することができないんですね、94条2項。で、ちょっとレジュメの方こっちの方ににいきますけれども、つまり事例2においては、 94条2項を直接適用することはできません、えー、理由としては通報がないことそして、登記は意思表示ではない単なる手続きっちゃ手続きなんですね、えー、登記は意思表示ではないと。 えいうところからすると94条2項を直接適用することはできませんということになりますじゃあ、直接適用することができないとしてでもやっぱりこの場合 A と C っていうどっちをまあ勝たせるって言葉はよくないですけどどっちの方を保護すべきだってやっぱり C なんですよじゃあ、どうやって94条2項が使えなくても同じ結論を導くかっていったら累推するしかないんですよそしたら94条2項って何のために作られた条文かって趣旨がここで生きてくるわけ。 94条2項のこの条文は何のために、えー、制定された条文なのかというと、えー、前半でやりました権利外観法理なわけですよ、本人の奇跡性、虚偽の外観、第三者の信頼、これがあるんだったら本人が、えー、多少所有権を失っ、えー、たとしてもです、ね、第三者の信頼を保護する必要があるんだという規定ですよね、でこの考え方に基づいて94条2項があるならばそれを満たせばいいんじゃないか。 というふうふに考えるわけですつまりなぜ累積適用を認めるのかといったらやっぱり権利外観法理、まあ趣旨ですね、えー、権利外観法理つまり94条2項の趣旨が当てはまるわけです、えー、当てはまるならば累積、えー、適用によって、えー、同じような結論を導いていいんじゃないかと考えるわけですね。 でじゃあ今回の事例でいうと本人の軌跡性ちょっと見てみましょうか、えー、この事例をベースに見ていくと、えー、本人の軌跡性、思いっきりありますね、えー、むしろ悪質じゃないですか通報するというかもう勝手に自分の土地,を、えー、土地の登記名義を勝手に B 名義にしているということは A の軌跡,、ね、跡性はありますよね登記が B 名義になっていれば虚偽の外観ですよね。ごめんなさい今日 競技ですね、ごめんなさい虚偽の外観ありますよね虚偽の外観ありますよねそして C はその虚偽の外観を信じて取引関係に入ってきた第三者の信頼もありますよねとするとこの AA、まあの奇跡性虚偽の外観の存在 C の信頼という要件を満たしている ということであればこの九十四条の二項の趣旨が当てはまるから同じような結論を導くんだというふうに考えるわけですそうすると類推的を認めていくということになりますでこの権利外観法理とかの趣旨が当てはまることを類推の基礎があるなんて言ったりします類推の基礎があるなんていうふうにも言ったりもします これ1回目の講義で、ね、しっかりやっていきますけれども、まあ、全体構造の中でもちょっと先出しで理解しておくといいかなってところなんでね。でそうすると。 この事例の2の問題というのは94条2項の直接を適用することができないけれども94条2項の趣旨に立ち返れば94条2項の趣旨が等しか当てはまる場面だから類推適用として同じ結論を導いて C を保護しましょうというそういうような結論になっていくわけです。まあ、これはね次回の講義ですね本論編の第1回の講義で詳しくやります。はい でではですね続けてですねじゃあ条文が読み方分かりましたね、えー、条文の読み方解釈が分かったら次は判例ということになります、えー、判例とは何かというと定義がありまして、えー、裁判所が裁判において示した解釈ということになります、えー、で特にまあ司法試験予備試験と書きましたけれどもこれは司法試験予備試験に限ったことではありません、えー、もう各種試験においてやっぱり判例の理解が問われることは非常に多いです、えー、ですので条文と同等の位置づけと考えてよろしいかなと思っていますでですすのでこののここ判例をしっかかり学習するっていうのもこれから のの勉強のポイントになるでもただね裁判所はこれはあの具体的事件を解決するためにしか司法判断を下すにすぎません、えー、ですのでもう一般的に裁判所がね、えー、具体的事件から離れて判断することはない、えー、なぜかというと、えー、日本の裁判の,裁判の司法とは何かというと、えー、具体的な権利義務に関する紛争について 法の適用解釈によって終極的な解決を導くというのが、えー、日本の司法という制度になります、えー、ですから具体的事件がなければ裁判所というのは動かないわけですね。ででと,ということは裁判所のやることはこの具体的事件について解決を示すことしかしませんので、えー、やっぱり難しいところでこの事件の解決ということになりますですから判例が言っているからといって同じ事件なんて世の中に全く同一の事件というのはないわけですよね。 さまざまな事件はあるけれどもそれぞれ具体的な事情であったりとか事実関係は異なってくるということになりますので、えー、判例がこう言ってるからといって目の前の事件が同じ結論になるのかといったら必ずしもイコールじゃないと、えー、つまりこれをね判例の射程と言います、えー、当該判例つまりある判例があってその判例の示した判断がどこまで及ぶのかというのを、えー、射程というふうに言ったりしていますで実はこの入門講座の中ではこのは特にあの 論文が問われる、ね、試験ではすべからくこの判例の射程がじゃあ判例がそもそも何なのかということを、ねえー、知っておかなきゃいけないので少し具体例を見ましょう、えー、判例学習の取り組み方というところで、ね、触れましたが、まあ、さっきからずっと、まあ、民法の話が多かったのでちょっと刑法では、ね、正当防衛という規定があるんですね。 で正当防衛ってどういうものかというと条文ではこう書いてあります、えー、旧白不正の侵害に対して事故または他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為は罰しないとされているんですね。 でまあ、何言ってるんじゃったかというと刑法でまた勉強しますけど、まあ、簡単に言うと道を歩いていていきなりなんか前から見知らぬ人がいきなり包丁でバっと襲いかかってきたとでその時は自分のそれが急迫性の侵害ですよいきなり襲いかかってきたそしたら自分の命を守る必要がありますからね、えー、自分の命や周りの人の命を守るためにその人を例えば、えー、反撃して殴ってしまうと、えー、それで本来だったらそれ傷害罪です。 いいですね本来だったら人を殴って怪我させれば傷害罪になりますけれども、まあ、このような嗅白不正の侵害に対して事故または他人の権利を防衛するために行った場合やむをえずにした行為は罰しないとされていますでこれが正当防衛と呼ばれています、まあ、本来だったら傷害罪が成立するはずなんだけれどもこれは違法性訴却自由これは刑法で勉強しますが違法性訴却自由で訴却というのはこれは、ね、な,ないという意味なんですよなしという意味なんですよですから正当防衛というのは違法性がなくなる自由である つまり正当防衛が成立する場合には、たとえ構成要件に該当する行為、先ほどの例で言えば、傷害罪に該当するわけです、傷害罪に該当する行為であったとしても、違法ではないよと、そういうふうな、旧薄不正の侵害に対して、自分または他人の権利を守るためにやむを得ずにしたんでしょう、だからそれは違法ではないと、で、犯罪は成立しないとされています。 でこれが正当防衛なんですがよく、ね、問題になる議論がこれなんです自傷防衛と呼ばれるものなんですね、えー、ちょっと見ていくと相手方の反撃に先立って相手方に対して暴行を加え自らず害ら侵害を招いた場合などを、えー、自傷防衛と言ったりします、えー、具体的にちょっと、えー、図を書いてみますけれども要は正当防衛ってどういう場面かというと嗅迫、まあ、不正の侵害があると。 いきなり B さんが A さんのところにいきなり殴りかかってきたとで殴りかかってきたからしゃあないと言って反撃するわけです。でこれが正当防衛として犯罪成立しないと正当防衛が成立するときには違法性がない,な,ないってことになりますので A さんの行った行為はたとえ B さんを怪我させたとしても傷害罪には問わないと正当防衛で無罪になると。 いうことになります、えーでまあでもそれはそれでいいんだけど問題になるのは、まあ、順番で「旧学生の侵害」する前にこんなことがあったらどうします挑発つまり A さんが B さんに対してどうせこいつは殴ってこないだろうと思ってすごいバカにしたとでもうやれるものならかかってこいぐらい挑発するわけですよで A さんとしてはあのもちろんこれかかってこいって言って。 あのそれであの襲いかかってくるのを狙いすましてんだったらそもそも九覚不正の侵害じゃないからね <laughs> いいですよねあの挑発して殴りかかってきて反撃してやろうとか思いながらね、えー、そういう状態で、えー、わざわざなんか誘うようにね えもう殴ってきたらもうこの機会にボコボコにしてやろうみたいなね、えー、殴ってきたらそれでえなんか反撃してやろうなんて思っちゃった場合にはそれはそもそも嗅覚不正の侵害ではありませんので正当防衛は成立しない,と思うしないわけですけれどもただその一方で問題になるのは A が B のことを挑発してまさか殴ってこないだろうと思った場合です。 え日頃からずっとおとなしいし今までも何にもやってこなかったからえどうせ今回も馬鹿にしても全然え来ないだろうと思って挑発してたら B が今回はなぜかちょっと勇気振り絞って A に攻撃してきたとでいきなりもうグワーってきたで A はびっくりしちゃうわけですねえそんな殴ってくるとは思わなかったけれどもいきなり来たったものの中で反撃したこれに正当防衛が成立するかというのが自傷侵害と呼ばれるもの。 つまりこの B からの侵害が A からの挑発行為によって招かれたものということになりますのでこれを自傷侵害というふうに言われていますじゃあ自傷侵害で正当防衛成立するかというとよくね問題集とかだとこういうふうに判例はこうやって言ってますなんて書いてあってですね、まあ、特に えと担当式、つまり丸抜式の試験とかだと、結局この、こういう判例はあるんですよ、えー、この自傷侵害があった場合には、えー、防衛者の反撃は、何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為ではなく、正当防衛は成立しない。 という判例がありますで最高裁の平成20年の決定ということになりますけれどもじゃあこれを読んで皆さんが勉強するときにい一番やってはいけないのはこれを読んで自傷侵害には正当防衛が成立しないって覚えちゃ絶対にいけないわけですでこれはですね仮に担当式しか問われないような試験であれば担当式しか問われないような試験であれば判例はこう言ってますよって言って丸ツをつければいいだけということになりますえですので 担当の問題集って勉強することあると思うんですよで。担当の問題集とかだったらこれしか解説書いてない場合もあります。えー、こういう自傷侵害です、ね、自傷防衛ですね、どちらでも同じですけれども、まあ、自傷侵害、自傷防衛と呼ばれるようなこの議論ですね、えー、自分で招いた、えー、その侵害状況に対して妨害をすると、まあ、このような場合に、えー、この。 反撃行為、防衛者の反撃行為というものは、えー、これは正当防衛成立しないんだっていうふうに、担当の問題集とかだと、ば、ぱっと書いてあるだけで、うんうんで、それで終わりなんですが、ただ論文書くときにはまずいです。なぜかというと、これって、具体的な事案が全くないですよね。で、実際どういう事例で、この判断が示されたかっていうのは、やっぱり分かってないと正しく使えないんですよ、判例は。 これ読むと分かります、あの自傷防衛に正当防衛が成立しないという結論を導いてはいけないということです、は要するにすべての事例でね、えーまあ、判例はここでこういうふうに言っているけれども、す、え、べ、ー、ての事例においてじゃあ自傷防衛、自傷侵害で正当防衛が成立しないかといったらそれはそんなことないで、それは7ページ見れば分かる、今回の事例、こういう事例だったんですよ、あの特殊警棒事件という事件なんですが。えー こういうい事例なんです公が言い争いになった A のまず左、あでこの公が今回、正当防衛が争われた人です、A と言い争いしてたんですよ、喧嘩になって、まあ、左方をバチーンと殴ったんですね、で左方をバチーンと殴って、八って立ち去っていった。 そしたら A が自転車で追いかけてきたわけですね、A が自転車で追いかけてきて、で現場から26.5メートル先を左折して60メートル進んだ歩道上、まあ、大体想像つきます、イメージ、まあ、100メートル足らずですよね、えー、いきなり左もバチンと、こうが殴って立ち去ったら、A がその後自転車で追いかけてきて、大体100メートル弱ですね、えー、大体100メートル弱の歩道上で、自転車に乗ったまま、水平に伸ばした右腕で、後方からこうの背中の上部または首付近を強くこう出したと。 まあ、あのラ,ラリアットをすごく丁寧に説明するとこうなるわけで、ねえー、水平に伸ばした右腕で後方から甲の背中の上部または首付近を強くオーダあまあ言ってみれば自転車に乗ったままラリアットかましたんですよあの殴られたもんだからでそしたら今度甲がもうふざけんじゃねえよというとことで携帯していた特殊警棒なんでこんな持ってたんだよという話ですが、えー、特殊警棒で A をめったうちにしたという、まあ、こういう事例だったんですよ。つまり これ特殊警棒事件とか、まあ、ラリアット事件と呼ばれる事件で、まあ、今回、ーと A かな、えー、だとするとまず最初にあったのは左頬を殴るんでね、はい、左頬を殴ったんですよ、えー、左頬をオそして左頬を殴った後に A が自転車でラリアットしてきたでラリアットしてきたのに対して、えー、特殊警棒。 でまあ、滅多打ちと、まあ、こんなふうな事例になるわけですね。で、そうすると、まあ、さっき言った通り、これに正当防衛が成立するまず余地があるかどうかっていうことに対して、自称 まあ、自自侵害自称防衛の事例とということになりますよね、えー、実際にこの A のラリアットというのはこの左頬を殴られた郊、えー、が A をバチンと殴ったそのことによって生じたものということになりますから、えー、さっきのこの事例、ですね挑発、求悪性の侵害反撃というのと、まあ、状況は近いわけです。でこの特殊警部をめったうちに判例は結論として正当防衛成立しないと。 という結論は導いてるんだけれども、ただ判例には理由が必ず付くじゃないですか？じゃあちょっとこの判例じょ読んでみようか。7ページ。え、7ページ見ておくとまず大切なのはここですよね。本件の事、実関係のもとにおいては、さっきのこの部分に繋がってるよね。 え本件の事実関係のもとにおいては、皇の本件傷害行為は、皇において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とは言えないというふうに言ってるわけですから、つまりやっぱり具体的事実のもとでということになります。ということは、本件の事実関係、丁寧に読んでみましょうか、A から皇は、A から攻撃されるに先立ち。 A に対して暴行を加えているのであって、A の攻撃は少しまあ線引きますけど、まあここでこう分けますとちょっと線の場所をちょっと変えますけど、まずここですね。A の暴行に触発されたその直後における一連一体の事態ということができって言ってますよね。え一連一体の事態ということができ、A は不正の行為により自ら侵害を招いたものと言えるから、最後。 A の攻撃は、A のこのラリアットは、河の左頬バチコーンというのと比べたときに、そのラリアットっていうものが左頬オーダーの程度を大きく超えるものではない、このような事実関係のもとにおいては正当防衛になりませんというふうに言ってるんです。ですので、実は正当防衛が成立しないというときには、ちょっと見ていくと、この裁判所が重視している事実っていうのは、一連一体であることですね。その これを例えばこうしましょうか。左方大丸一、こうしましょうね。左方大丸一、ラリアット丸二、特殊型ボ丸三。とすると判例が重視していた事実というのは三つありました。一つは、あ、まあこれごめんなさい、えー。判例が重視していた事実っていうのは、カッ一で書きますけど、一と二が時間的・場所的に近いんですね。えー、時間的・場所的に近いんだと。 いうことが1つありましたそして2つ目は、一、つまりこの左頬を殴った行為が不正の行為であると。不正の行為である。そして最後、A の攻撃つまりこのラリアットが左頬を殴るを大きく、ものでないだから正当防衛が成立しないんです。 いいですねえー、つまり判例が示した考慮素ですよ、えー。判例が重視した考慮素はこれということになります。 そうすると、まあ、今回、判例が正当防衛を成立させなかったというかこの理由付けとしては、この3つが当てはまるわけですね、えー、丸一と丸二が近いと、えー、すぐにあの攻撃を食らってすぐさまラリアットかましてきたと、えー、そしてそもそも左方をバチンっと殴るのが不正の行為であること。えー、そしてラリアットの行為が 左方をバチンと殴るものと比べたら大きく超えるものではないだからこういうふうな事情では正当防衛は成立しないんだと言っているでこれなんかなかなか面白い話で少し事例を変えると分かると思いますだから例えば括弧一1番ね時間的場所的近接性がなくなった場合さっきはこれすぐに自転車を追いかけてきたけど左方を殴ってから3日後だったらどうですかって話なんですよその日は左方をバーンと殴って終わったとだ三3日後たまたま A がこう見つけたと。 でなんか3日前のことを思い出してすげえだんだん腹立ってきたとあ3日前殴られたっつっていきなりラリアットかましてきたってなればおそらくはここ場所で禁止接点ないから3日前の恨みっつってラリアットでバーってやってくればそれはもしかしたら正当防衛成立余地はあるかもしれない、えー、だしもうかっこ2もそうだけどかっこ3なんか分かりやすい二が一を大きく超えるものでない場合っていうのを考慮をしてるけどじゃあ超えさせてみましょうか。 左方を殴ったわけですそしたら A が、えー、その後自転車で追いかけてきたんだけど斧を持ってい,るいきなりなんか襲いかかってきたとしたらどうします左方をパンと殴ってそれでふざけんなよっつって A が自転車でバーッと追いかけてきて斧で切りかかってきたということであればそれはもしかしたら正当防衛になる余地が出てくる、えー、ということですね別にあの斧じゃなくてもいいですよ左方を殴ったら、まあ、いきなり A が追いかけてきてなぜか持ってる拳銃とかでねバーンと撃ってきたとかね、まあ、そういうふうな状態になってくれば、えー、正当防衛になる余地も十分あるじゃないですかと。 ということつまりこれっていうのはこの考慮要素っていうものをちゃんと理解しておかないと事例が少し変わった時に要はこの判例の射程が及びますかっていう出題がされるんですね少し戻りますけれども、はい、でこのような判例の射程が及びますかっていうことが聞かれるんですですので実際の事例問題であればこの7ページに書かれている事例ですねこの7ページに書かれている事例を少しいじってきます、えー、ですからさっき言った通り3日後にしてみたりね 3日後にしてみたりもしくは一番最初をバチンと左ひを殴ったんではなくてたまたま肩が当たったといいですねすれ違いざまにたまたま肩が当たって不正な行為でも何でもなかったと一番最初がねとかもしくは先ほど言った通りその第二暴行に当たるものがものすごい大きいものラリアットどころではないようなものになった時にじゃあそれが実際にえー このの判例の平成20年の,この判例の事例が当てはまるかどうかそれをちゃんと検討していくことが事例問題で求められるしあとは試験対策という観点からするとむしろろそういういところを狙ってきます,いいですねえ事実関係を見てちゃんと判例がこ当てはまるかどうか。 結論が同じになるかそれとも異なるのかということをちゃんと見ているかどうかということが聞かれますのでその意味では判例をしっかり読み込むことというのが1回目の講義ですね以降もそうですけれども、まあ、その本論編の入門段階での講義では非常に大切になりますので、まあ、これが判例の読み方ということですね、はいえー、つまり、えー、事例と範囲をしっかり理解できていれば、まあ、今回の場合のようにこの6のような一般論としては言えないということですよね。 このような一般論として覚えてはどうしようもない使い物にならないだから一般論として考えるのではなくて実際に事例問題においてしっかりと読み込むと。 いうことが大切になってきます下に書きましたけど特に予備試験という観点になりますと予備試験受験される方も、ね、多いと思いますが予備試験の傾向としてはこの事例問題で判例をちょっといじるもしくは判例を意識した問題というのが極めて多く問われてますので受験生によってはその正確な理解というところで大きく差がつくことが多いと思います。はい でそしてです、ね、この発展のところは一回置いといてです、ね、で学説というのが最後出てきます、えー、条文、判例、学説という順番になりますが、まあ、学説というのは、まあ、結論からすると、まあ、条文と判例がないという場合がまず学説の出番です、えーまあ、学説というのは学者さんですね学者の先生方がどんどんいろんな見解を、ねえー、出していきます。で実際に <laughs> 入門講座の段階ではあまり深追いしない方がいいと思います、えー、どうしても学説の勉強って面白いんですよ、えー、いろんな先生方がもう、ね、いろんな議論をしているということになりますからすごくあの知的好奇心というのはすごく高まるんだけれどもただ試験対策という観点からすると、まあ、どちらかというと優先順位は落ちてくることになりますそれでも解決できない場合初めて出てくるものということになります。 でですのでさっき言ったそもそも判例がない場合もそうですがまあたまにあるんですよ、判例の結論がおかしいという場合ですねえ最高裁としてはある判決でえある事例判断がなされているんだけれどもまあこの結論がどうしても妥当ではなくてまあ学者さんの10人いたら10人のうちもう8人、9人というかねもう大多数がこの判例はおかしいという。 場合ですねでそういう場合には判例の結論とは異なる結論というものを出す必要が出てくることがありますのでそういうときには学説の出番ということになりますじゃあどの学説を勉強するのかということはこれは大丈夫ですあの入門講座の中であの私の方が提示しますあのこういう全部判例は示しますから、まあ、こういう判例はあるけれどもこの判例はちょっと使わない方がいいと。 この判例は判例としてあるんだけれどもただ、このような批判があるから使わない方がよくてじゃあこういう時はこういう学説に立って考えると分かりやすいんじゃないかみたいな形でどうしてもねあの自分1人だと識別しにくいようなところについては私の方でこれはあの積極的に必要なものは示していきますすただそそんな多くないですそんなななな多多くくいいでです。 えと民法でも判例の立場はおかしいよねっていう、まあ、そういうふうな形で学説を検討していくっていうものは、もう本当に指で数えるぐらいですから、えーまあ、どちらかというと、イレギュラーなものだと思ってください。はい、とすると、まあ、これがまとめということになります、あの事例問題のまとめということになりますが、そうすると要件、条文、要件を指摘していきます、まあ、実際に最初に戻りますけど、1ページでやりましたが。 1>, 1ページ戻りますね1ページでやりましたがこういうふうな形で事例を分析してお互いの当事者の主張をまあ根拠条文と合わせて見て争点を形成するで争点を形成したら事例を解決するじゃあどうやって解決するのかまず条文、えー、で条文の解釈でなんとかなるときは条文でそしてそれではどうにもならないときには判例があるなら判例を使うで条文判例がなければ学説と、まあ、そういうふうな形です。 えー、いくわけですねそれが事例解決ということになります。ですから、まず条文と要件を指摘して、えー、条文解釈が必要な場合は、適切な解釈、判例を示していく、まあ、前に出た判例もそうですね、えー、あの適切な解釈であったりとか、判例がある場合には判例を示していきます、そしてそれを当てはめていくということですね、えー、事実を評価していきます、で事実の評価って言っても、そんな難しく考えないでください、えー、さっきこれでやってみましたよね、えー、A の奇跡性はあるでしょうと、自分で、えー、自分でこういうことを行っていると。 自分で勝手に投器を移してるんだから A には奇跡性あるでしょうとで実際には B の, B の所有物ではないのに B, の B 名義の投器になっているということは虚偽の外観でしょうとで C はこのような事情を知らないんだから善意ですよねっていうふうにこの具体的な ABC さんに当てはめていくということですねで当てはめていってそして最終的に法的効果を説明していくという、まあ、そういうふうなことをやっていけばいいということになります。で最終的に1年間勉強してていいってある程度事例問題の解き方みたいなのを ど、まあ、どんどん解けるようになりますで特にこの考え方っていうのを学習初期の段階で身につけるっていうことが実は極めて重要で、えー、どうしても最初の段階覚えて暗記してっていう形でこういうふうな当事者の目線に立って、えー、事例をね解決していくっていう手法っていうのが身につかないと結局知識はつくんだけど問題が解けないと。 いいうことが多く出てきちゃいますからやっぱり、せっかく、ね、受講して勉強するからには問題解いて試験を受かってなんぼというところもありますのでそして、その試験自体を対応するためには常日頃からですね特にあの私のクラスの場合だとその事例問題というものになるべくあとは判例ですね、事例問題とあとは判例を事例から分析していくということはあの重点的に行っていきますので、まあ、あの学習する際ですすね学習する際とか復習する際はその辺意識すると、ね、よろしいのかなというふうに思っております。 でじゃあこれで、えー、と一応事例分析というのは一段落という形なんですがただ、これ終わってないですね、えー、とこれ、えー、この問題、一応の結論出しましょうか、であの内容の結論は出しますけれども、あの民法でいうと第四回かな、第4回、第5回あたりの講義で、えー、このあたりの話は出てきますので、今は分からなくても、そこで分かればいいですからね、えーまあ、どうしても気になるでしょうから、まず、えー、債務の承認は自己利益の放棄に当たるか。 という話でした、えー、私はお金借りてて返しますよって言った場合、えー、それが自己利益の放棄に当たるかというと判例は当たらないっていう Y の主張は通らない、えー、放棄に当たるととしています、えー、これは判例ですねでなぜかっていうと理由はあのいわゆるさっき私がちょろっとね前半でも言った通りあの 債務を認めるっていうことは、時効とは真逆のことなんですよ、つまり、あの時効利益の放棄っていうものは、少なくともその時効を使わないってことでしょ。ということは、その前提である、私はお金借りてますっていうだけで、要するに時効は使いませんってこと、含まれちゃってるんだよね、当然にね。 えですから、ちょっと待ってくださいとかもしくは分割払いをさせてくださいとうう言ったりとかえ場合によっては借りているお金を一,時一部でも返済するとかね例えば100万借りているうちの1万円を返すとかでもいいと思います。つまりえ借り借てなければ行 お金を借りてなければ行わないようなことっていうのは債務の承認に広くあたりますですのでさっき言った通り待ってくれっていうだけじゃなくても分割払いのお願いをしたりとか一部分だけでも支払いをするでそういった行為は債務の承認にあたりそして債務の承認という行為はそもそも時効を使うということの真逆の行為とということになりますですからまあ自己自己、使うことを遠用て言うんですよ。 時効を援用するとは真逆の行為ですからこれは時効利益を捨てたのと同じことだとつまり時効利益の放棄の中にこの債務の承認は含まれてくるというのが反連立場ですですから Y の1個目の,この主張は通らない債務の承認をしたけどそれは時効利益の放棄ではないということは通りませんそしてもう1つ仮に当たるとしてもこっちだね私は知りませんでしたという主張が考えられますよね えー、y は時効利益を放棄したんだって言ってるけれども、時効感性を知らなかったから放棄できませんよと、つまり知らないものは放棄できない、えー、というあの主張がありましたけれども、実はこれも判例があります、えー、少し触れておくと、ですね時効、まあ、を知らずに放棄できるかというと、ですね、えー、9ページを見ていただきましょうかね。 まあ一応、チェックシートを引用しちゃってるんですが、まあ、今回の問題っていうのはまさにこれなんですよね、一般論としては。え時効完成後に、栄養賢者っていうのは時効を主張する人です。えー、時効が完成した後に栄養賢者が時効完成を知らずに、えー、債務の存在を前提とする行為、つまり債務承認などの辞任行為をした場合、えー 援用権者はあら後に改めて時効を援用することができるかと、まあこんな感じの問題意識になるんでしょうね。まあさっきのすごく一般論として堅苦しくかとこんな感じ。えー、つまり時効完成後に援用権者が時効完成を知らずに、えー、債務の存在を前提とする待ってくれっていうね、えー、そういうふうな、えー、債務承認などの辞任行為をした場合に、えー、そのものは、えー、改めて時効使えるかですが結論はこうなります。えー、これは判例ですから後々になったらしっかり繰り返し覚えなきゃいけない部分であるんですが。 えっとね、結論はこれです、えー。債務者が自己完成を知らずに債務承認をしました。この時は、自己利益の放棄とはなりません。確かにあの、自己利益の放棄とはなりません。なぜかっていったら、知らないんだから放棄できない。ここは Y の言い分通りなんですよ。えー、y の言い分通り、えー、自己完成を知らずに債務を承認しても、それは、えー、知らなくて放棄することはできませんので、えー、自己利益の放棄とはならないが、 審議則上自ののは許されなくなくるというのが判例ですでこの「審議則」っていうのは何かっていうと、まあ、相手の信頼を、えー、その裏切ってはいけないとか、まあまあ、本当に初期の段階学習の初めの段階だったら人としてどうなんですかみたいな審議則上許されないっていいます、えー。ですので、まあ、この場合だったらね、えー、例えば Y っていうのは時効完成を知らなかったわけです。えー、知らなかった だわけですね、でじゃあ知らなかったんだったら放棄には当たりません、えー、知らないものは放棄できませんだけれどもただ、もうその審議則上つまり相手方との信頼関係とかも人としてそれは時効の縁はもうできなくなるでこれなぜかというと判例こう言って言ってるんですよ、えー、時効の完成後に債務者が債務の承認をすること、まあ、具体的な例でそうあの想定してくださいね、えー、時効の完成の後にさっきの、えー、この今日の講義で扱っている人の Y さんですね えー、y さんが、えー、債務の承認をすることは時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり相手方、つまり X においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうつまり相手方に信頼が発生しちゃったでしょとつまりかこれなんか難しいこと言ってるけどさ言ってることシンプルなのよ。あのだって ちょっと待ってくれって言われればあこの人時を使わないなって相手は思いますよね、えー、だって自効感性を知ってるのか知らないのかなんて分かんないんだから外から見て、えー、いいですよねで自効感性を知らなければ、まあ、確かに論理的には放棄できない、えー、知らないものは放棄できませんので論理的には自効利益は放棄できないんだけれどもただそういう振る舞いをすれば相手は信じちゃうよね えー、ちょっと待ってくださいよ返しますからといえばあこの人は時効は使わないなとつまり時効、えー、による債務消滅の主張とは全く相入れない行為なんだからそれは相手方についてはやっぱり信頼が発生するとすればそのような信頼を裏切ってはいけないとということです。とということは結局 自延用つまり時効の主張をすることは、審議則に反するんだと。という、まあ、それうで判例は結論言っている、えー、相手方に信頼が発生したんだから、それを裏切ってはいけませんよということです。ですから、まあ、その後においては、債務者に時効の延用を認め,ないの認めないと解するのが、審議則に照らし、相当であるということになります。 でこのよような反連立場でですすが、まあ、な納得はできますよね、えー、確かに法規はあの時効感制の事実を知らなければ時効を使いませんという法規は、えー、物理的、論理的にはできないんだけれども相手方に信頼が発生しちゃったんだからその信頼を裏切るような、ねえー、行為はできませんとだから時効感制を知らずに行った場合でもやっぱり審議則上。 えー、時効の延は許されないというそういうのが反連立場になるとするとこの、えー、Y の言い分2つ目についてはこういう結論になります、えー、時効感性を知らなかったから放棄できないという主張はありますが確かに放棄には当たらないと。 と、えー、いうのが判例ですねつまり相手方が信頼が生じたということになります。とするとこの Y のこの主張も時効援用の主張も通らないと、まあ、確かに放棄できないんだけどあ放棄には当たらないんだけれども審議則上でも時効はもう使えないよっていう、まあ、そういう規定になりますからこうすると Y の言い分は2つとも潰れちゃったってこと。 債務の承認は自己利益の放棄に当たりうる行為だからまずこれは潰れるで、公、え、棄、ー、に該当してするとして、まあ、自己完成を知らなかった場合ですね自己完成を知らなかったとして、えー、放棄できないんだっていう Y の主張についても、まあ、放棄ではないよ確かにと知らなかったんだから放棄ではないけどでもあなたは審議則上もうそれは許されませんよという、ねえー、2つとも潰れたわけです Y の主張っていうのはねちょっと前後しちゃって恐縮ですけども Y の主張はそもそも放棄してません という主張だよねそもそも債務の承認は放棄ではないえ仮にそ,れがそういう行為が放棄に該当しうるとしても私は自己感染を知らなかったんだから放棄はできないはずだという2つあったででそれぞれに対して判例が示しているのは債務の承認というのは自己利益の放棄の行為の一部であると放棄の行為に含まれる。 そして時効完成を知らなくとも債務の承認をすれば、それは審議則上、時効の掩用がもうできなくなっちゃうんですよということを裁判所は言ってるわけです。とすると、それをまとめていくと、Y の主張はここで潰れましたから、結局、X の主張が通ったということになります。で、X の主張が通りましたので、結局は X はお金を返せということができる。というのが、今回の結論ということになります。 では少し戻りますけれども、じゃそれを踏まえてえ、もう一回戻っていくと、2ページですね、2ページである程度、一定程度の解決指示示示しましたけれども、ただ、それでさっきの判例を読むときも、ちょっと気をつけていただきたいのが、じゃあ、この事例で、じゃあ、絶対に、あれかな、X が勝つかっていったら、そんなことないんです。判例っていうのは、射程がありましたよね、なぜ、自己援用が Y は許されなかったかというと、そのような。 債務を認めるような発言をすれば相手方はそれを信じるわけですよね相手方はそれに対して信頼が生じるだから審議則上そういうふうな相手方の信頼を裏切っちゃいけないんだよとだから Y さんはもはや事項の援用ができなくなるんだよっていうのが裁判所の示した指針でしたよねということはこの事例っていうのは若干動かすとわかりますもし仮にこれがえいいですかね X が Y に対してこういうふうなことを狙っていたとしたらどうでしょう ままざえー、つまり、Y は法律について詳しくないからもう時効が過ぎちゃってて本当は請求できないのを X が知ってると、えー、もう平成30年になっちゃってるから、まあ、これ時効が完成しているから返済ができないなと、えー、返済を求めることは難しいなと思ってるんだけども Y に対してもしかしたら Y は法律について詳しくないからうっかり債務の承認してくれるんじゃないかとで債務の承認してくれれば閉めたもんだと思って督促をしたということになると。 事情変わりますよねどういうことかっていうと判例っていうのは X の信頼を守るたためだったんでしょいいよね X がもう時効の栄養用しないんだっていうことを信頼したからそれを裏切っちゃいけませんよってことになりますからそのような今言ったような X が Y に対するそういうふうな狙いですね狙いを済ましてやってるということであれば X にその信頼が発生してないわけですよね逆に Y を貶としめようとしてるわけです。 でそういうふうな事情でこの、えー、年末まで待ってくれという言葉を取り付けたということであれば、えー、この判例の射程は及ばないということになりますですから審議則上を許されるということになれば Y に勝つ目もあるということになりますですからやっぱり事例をしっかり読み取ること、えー、この2ページの問題は本当に高々かか7行なんですよね。たかだか7行の問題ななんんけれども、まあ、いろんな 重要なものが詰まっているというね、えー、そういう事例になっていますので、まあ、少しこれからの学習のイメージを、ね、具体的に分けばいいのかなと思っていますで。なおですけどレジュメのこちらの方を見ていただけるとですねじゃあこれ民法の問題だったんですがじゃあもう1個あの手続き法と訴訟法って一応下にあるんですね。であの あすいませんこれちょっと修正します手続き法ではなくて実態法ですね失礼しましたこちらちょっと修正いたします、えー、実態法と訴訟法というふうに一応下書いてありますがあの民法では勝てます、まあ、実態法って何かっていうと権利の発生とか、えー、そういったものを決めるもので、まあ、民事系だったら民法 <laughs> 刑事系だったら刑法がこれに当たります、まあ、権利の発生、まあ、憲法はちょっと 違公法補ってやつになるんだけれどもえまあ民法とか刑法といったようなまあ権利義務の発生ですね、民法ならね。刑法も何罪が成立するかって問題でしょ窃盗罪が成立するかとかえ詐欺罪が成立する殺人罪が成立するっていうのはそれは国家による刑罰権なんです、やっぱりねえ国家による刑罰権の発生原因ということになりますのでまあ権利義務の発生原因についてえ広く決めたのを実態法といいます。じゃあ 手続き法って何かって言ったらじゃあ請求権があるからといってじゃあどうすればいいかって裁判で勝つ必要があるわけですでそうするとその裁判でのルールというものがあるわけですねで裁判でのルールっていうのを定めたのが民事裁判であれば民事訴訟法、えー、刑事裁判、まあ、刑事裁判っていうのも考えてみたら窃盗罪とか、ね、詐欺罪とかさまざまな犯罪が成立してそれに対して国家が刑罰権を実現すると権利を実現するために刑事裁判という裁判を行う。 そそしてその裁判によって、えー、実際に刑を確定させていくわけですよね。ですので、えー、実態法というのはあくまでも権利義務の発生原因ですね。えー、権利義務の、まあ、民事の場合ね発生です。でそれについてその権利義務が発生したときにそれを実現する手段これが訴訟なんですよ。 ですからここで扱われるのは権利義務が発生するのがどういうときに発生するかというのが定められているのが民法で、それで権利が発生しましたじゃあ100万返せと言えますとで100万返せと言えるからといってその人が100万払ってくれなかったらどうするか裁判するしかないでこの発生した権利を実現する手段を定めたのが手続き法。 ということになりますでこの手続き法というのは民,民事刑であれば民事訴訟法、まあ、民訴法なんて略すことがあります。ということになりますね。でこれで、まあえー、権利義務の発生を定めた民法とそれを実現する民訴法。でこれはだから、えー、刑法と刑事訴訟法もこの関係に立ちます。とするとですね、これちょっと話はね、ちょっと余談ですけれども、これ民法の問題なら X 価値だね。ですが、 これが民事訴訟法の問題だとします、えー、民事訴訟法だったらどうなるかつまり裁判になって勝てますかという問題です要は理屈上はあの返せと言えるというのは民法上やったよねじゃあ刑事訴訟じゃなくて民事訴訟で裁判になった時勝てるかっていったらやっぱり話変わります、えー、じゃあなぜ話が変わるかというと理由を言いますね えと民事訴訟というのは基本的には証拠に基づいて裁判することになりますで、えー、つまり立証することが必要になりますで立証することが必要になるんだけれども立証っていうのは誰が行うか、えー、基本的には原告つまり訴えを起こした者が立証つまり証拠を使って証明することが必要になりますということは、えー、証明することができなければ勝てないんですねこれをねあの立証責任と言います 確かにこのような事実があったんだけれども証拠がありませんで証拠がないんで本当かどうか分かりませんといった場合には裁判所は原告に対して棄却という判決つまり原告の負けですよという判決が出されることになるということは実際に理屈の上では民法上は請求権があったとしても証拠が揃わなければ勝つことはできないとなりますじゃあこの問題証拠として問題を見ていくとこんな話だったじゃないですか まず、この証拠があるかどうかは怪しいですよね。えー、まずね、えー、事例から見ると、証拠があるかどうかについては書かれていません。もしこれ、証拠がなかったら、かなり厳しいですよね。 えー、つまり、えー、貸金返還請求なんだけど、例えば借用書とか契約書があればいいけれども、借用書、契約書がないということになれば、まずこの段階で勝てませんよね、で,、まあ、も,しくでも通常は100万だからね、結構大金じゃないですか、えー、100万円という大金を貸し付けるなら、通常は、えー、このようなあのお金貸すときには何か書面残すでしょうから、じゃあ、これは立証できたとします。はい、じゃあ、X から Y、立証成功、そしたら Y が反撃します、はい、Y の判決、なんですか、5年経ちました。 明らかかじゃないですか、えー、つ,つまりあの打ったボールがすぐ返ってくるんですよ。あのこっちは契約書を出して、えー、消費対策契約に基づく貸し返還請求だでそれではい5年経ったポーンって返ってくるわけですねでこっちは立証ないで次じゃあでもさ平成30年の時に、えー、Y つまり被告は債務の承認をして返済猶予待ってくれと言ったんだっていうことを X は反撃しなきゃいけないこれの立証が不可能じゃないですか。ということ。 つまりこの問題、ちょっと凝ってるんですよ。平成30年のやり取り見てもらっていい平成30年10月7日にこの人がやったことは口頭で催促したわけです。ということはここのやり取り、今線を引いているやり取りは証拠が残っていないということになります。ですので平成30年10月7日に X と Y でこのようなやり取りがあったということについては、X の要するに、 言いい分しかないわけですよねとすると客観的証拠がないとなってくると、えー、なんとかこの1個目の契約成立は立証できたとしてもこの2つ目ですねここの部分ですね、えー、このようなやり取りがあったことが立証することができないとなってしまうとどうしても裁判では勝てない、えー、という可能性は出てきます。でですので 訴訟法の問題と実態法である民法の問題って実はこう分かれるわけですですのでもしこれが、ね、法律相談とかいう形で、ね、もしなんか相談を受けたらどう答えるかって言ったら、まあ、理屈上は勝てるだろうけれど理屈上はあなたに部があるんだよとつまり民法上はあなたに部があるし相手方は時効の援用というものをできませんと。 消滅事項の主張は相手はできないはずだから民法上はあなたに部があるんだけれどもただこれ裁判になったら証拠がないよねとえそのような相手方が事項完成後に債務を承認したというそのようなことを証明するえ客観的証拠がないから裁判になった場合には勝てない可能性が高いですよという形になるわけです。とするとやっぱり民法と民訴法ってこういう点でもねえ異なってくるというのが分かると思いますま。少しし余談でしたけどね というこ,とで、えー、ここまでのところでほとんど、ねえー、全体構造編の内容としては一段落ということになりますが、えー、ただ、ね、その一方で最後に民法ですね。 について次回の講義から扱っていきますので、民法ってどういうものかということを簡単に説明して、それで次回の講義ですね、次回の講義の橋渡しというところまで少しやっておきます。セブンサミットではね、これ、一つ一つの科目について、それぞれ外観が載っていますけれども、講義の中であのしっかりと扱っていきますので、読み込む必要はありません、読み込む必要はありません。どういううういいととに使うかというとあの一つの科目が終わった段階 で、総まとめで見るといいかもしれない。ええー、それって憲法だったら憲法、民法だったら民法、えー、民事訴訟法だったら民事訴訟法みたいな形で、これまあ各科目ごとに。 まままとまっています、えー、っと21ページ以降ですね21ページ以降で、えー、それぞれの科目についてまとまっているんだけれどもでもどうしてもまとまってるっていうことはすごく要約されてるんですよなので学習の最初の段階で読むよりは、えー、民法であれば全部の講義が終わった段階ですね、えー、民法の全部の講義が終わった段階そしてまあ他の科目も同様ですその段階で、えー、この科目の総まとめとして、えー、ばーっと読んでいってあ理解できたなっていうような形の使い方がこれはいいのかなというふうに思っています。 でじゃあ、民法はどうして最初からやるかというと、えー、どうしても一番最初の科目ですから、えー、やっぱり初めて法律を本格的に学ぶってなりますのでその前提となるようなことは知っておいたほうがいいかなというところなので、えー、一応、扱うということになります。で、レジュメでいうとね,あですね、セブンサミットは36ページです。えー、基本的な考え方っていうのを今日うは、ねえー、理解していただければばっちりなので。はい ちょっとこれだと図が見づらいかもしれませんが、えっ、ー、とね。民法っていうのは権利ですね。あ、ごめんなさい。少し戻ります。36ページではなくて失礼します。32ページですね。申し訳ございませんでした。えー、32ページでこれから次回の講義から扱う民法というのを、まあこれから10分程度で、えー、説明をしていきます、えー、それで次回もしっかりありますから。まず。 大きく分けると法律というのは一番最初に扱いました司法と公法というのに分かれますですので司法というのは一般人と一般人つまり私人と私人を司さどるものそして公法というのは私人とそれから公権力との間の規律ということになりますで民法とは何かというと私人と私人との関係を定めるものであって司法に該当しますそして司法の中でも一般法と呼ばれます 一般法と呼ばれていますでこの一般法というのはもう司法の一番根底に流れるものです、えー、司法のの根底に流れるもので、えー、まあ一番重要な法律としては重要な法律なんですよで特に押さえておいてほしいのが一般法と特別法という言葉ですね一般法というのは本当に広くカバーするまあ一般的な法律なんですが、えー、特別法という概念もあるんですで特別法とは一つ例を言うとです、ねえー、これから勉強するけど会社法という法律をやります。 で会社法とか商法という法律下に書いてありますね。えー、会社法とか商法という法律はこれはやっぱり司法なんですよ。私人と私人の間の規律です。ただし商人とか会社の場合にはやっぱり特別なルールが必要じゃないですか。えー、ですからあの私人と私人との間の司法ではあるんだけれども、えー、民法だけではやっぱり十分ではない。だから会社特有のルールとか、えー、商人特有のルールを作ることで。えー やっぱり特別な規定を設けましょうというふうに作られたのがこの特別法というものになります。で借地釈迦法というのも一応ありますけどこれは民法でも扱いますけれどもさ、えー、まざまな法律で作られるわけでこれは全部司法なんですよ。私人と司人との関係なんだけれども、えー、要するに民法の規律ではなくてもっと特別なルールを作りましょうというのがこの商法とか会社法とか借地釈迦法の特別法なんですよ。でですので、えー いあの一般法と特別法があるときには特別法が優先します、えー、ですから会社については民法ではなくて会社法が規定されるといいですね、えー、民法民あごめんなさい証、えー、人と証人のやり取りにしましょうか証人同士のやり取りについては民法ではなくて商法が優先的に適用されますで商法に規定がないものは民法でっていう感じ、ね、だから全体を救うイメージですねこの、えー、一般法っていうのはね、えー、ということになりますから えー、司法の一般法ということになります。で、そして実体法になりますね、えー。民法というのは権利義務の発生とか変更とか消滅の要件効果を決めたものですから実体法ということになります。とするとまとめると民法というのははい、えー、民事実体法中の一般法という位置づけになります。いいですね。あの司法の一般法っていうまあイメージですね。まあ司法の一般法でしかも実体法ということになります。まあこれ覚える必要はありません。 えー、覚える必要は全くありません、えー、民法ってこれから勉強することっていうのはこういうもんだって分かればいいです、えー、司法の一般法そして実体法に分類されるということですねでは民法ってどういうふうな勉強をするのかというと実はそこで36ページに戻りますが。 大きく分けると2つの学習が中心になります、まあ、一番最初は民法総則といって民法の全体像の勉強をするんですが、えー、重要な視点というのは、ね、これからやりますけど物件と債権という考え方です債権というのは何かというと、まあ、さっき契約やりましたよね、えー、契約によってあれですよ、ね、人から人に対して請求すると、えー、例えばパン屋さんとお客さんとの間で契約を結びました、えー、パンをくださいと。 という形でパン屋さんとお客さんんお客売買契約が成立するとパン屋さんはお客さんに対して代金払えと言えることになりますそしてお客さんはパン屋さんに対してパンをよこせとパンを引き渡せというふうにお互い言うわけですねでこのように契約が成立すると債権が発生しますいいですねつまり契約っていうのは 債権が発生します。あごめんなさいね、えー。債権の発生原因であると言えます。で債権というのは右のページにあります。あごめんなさい債権ねちょっと見づらいかな、えー。債権の発生原因と言いうのがます。じゃあ、えー、債権とは何かというと人から人に何かせいというふうに請求する権利ということになります。でも契約って実はもう1個あるんですよ。 債権が発生する、確かにパン屋さんは代金払え、そしてこっちに付け足しちゃいますけど、お客さんはパン屋さんに引き渡せということはできて、これはお互い債権ですね、お互いにこういう請求し合うということができるわけですが、その一方でもう一つ。 パンの所有権、まあ、パンに所有権というのはちょっと微妙かもしれないけれども、まあ、パンじゃなくて自動車とかで、ねえー、不動産なら分かりやすいかもしれないけど、パン屋さんは、えー、所有権を持ってますで。これは物件と言われていて、物に対する権利です、つまり物に対して支配する権利を、えー、物件というんですで。この物件というのは、じゃあ今、パン屋さんが所有権を持ってますけど、これ、契約が成立すると移転するんです。契約が成立すると、 所有権は移転するわけですねつまり契約が成立する前はパン屋さんの所有なんですよ契約が成立する前はパン屋さんの所有なんだけれども契約が成立するとお客さんの所有物になります えー、つまり契約というのはそれによってだからお客さんに対して、えー、お客さんはそのパンを食べることができるわけです食べようが、えー、好きに全面的に支配することになるわけですとするとあの2つの考え方というのをちゃんと整理して分けなきゃいけない、えー、つまり民法で権利といた場合には2つあるんですよ人に対して請求する債権と物を支配する物件という2つあるんですで契約とは何かというと債権の発生原因であるこれいいですね お互いに約束するんだからその約束に従った何かお互いしてくださいという請求権を持つその一方でもう一つは物件の変動原因とも言えるわけ、えー、物件の変動原因というふうに言うことができます、えー、ですからまあお客さんが所有者になるということですねでこのように2つ考えるわけですがでまとめると37ページ えー、書いてあ,りますがある人が、ある人に対して何かしてくれと請求することが債権であって、えー、物件というのは人が物を全面的に支配する権利、まあ、典型的には所有権ということになりますじゃあ物件と債権どちらが強いかというと、まあ、結論からすると物件が強いですなぜかというと物件は誰にでも言えます 私のもんだといいいいうことについてはもういいですよね、えー、例えばこのパンを盗もうとする人がいれば、えー、お客さん所有者であるお客さんはやめろって言えるわけですよねそれは別に誰でもそうでしょう,もうどんな人でもこのパンに対してパンをと奪っていこうとするものがあればそれは俺のもんだって支配できるわけですですが債権というのは、えー、要するに相手との関係で成り立ちます ですから代金払えというのはパン屋さんはお客さんにしか言えないですよね、他かの道行く人に対してパン代払えということはできない、少なくとも契約を結んだ当事者の中での約束事ということになりますから、要するに主張できる範囲が全く違うんです。ですので、物件の特徴というのは全面的な支配性があります。 でこれは民法で細かく詳しく、ね、やっていきますけれどもあの直接的、排他的に支配できるというのが直、えー、ポイントになります、えー、つまり所有者であればその所有物を直接支配しますそして、えー、他の人をみんな排斥できますいいですね。 えつまり、直接的的排他的な権利といいううふうに言われてまます、えー、つまりあるものについて、これ、土地ですかね、ある不動産について所有権を持っている人がいれば、他の人を排斥できるんです、それはどんなものであっても排斥できます、つまり、A は B を排斥することができる、ですので、物件というのは直接的、排他的な支配権である、でこれはあとはね、絶対性とも言います。誰にでも言えますから、えー、誰にでも言えますから、絶対性も厚なんていうふうに言ったりします。 えですけれどもただこれだけ強い権利を与えるわけですね物件というのは。えー、これだけ強い権利が与えられているということは、えー、誰のものなのかっていうことがわからないと世の中混乱しますよね。 だって世の中で俺のもんだ、俺のもんだってみんなでそういうふうにえ言い合ってたらじゃあ結局、誰のもんなんだっていう明確な基準がないと世の中混乱してしまうそして、やっぱりそれだけ強い権利なんだからはっきりさせなきゃだめですよね誰のもんなんだっていうことをはっきりさせないとえいけないだろうとですからこの配達性についてはあのちょっと難しいけど工事の原則と言われていて外に示さないと所有権を主張できないとされています。 を持つだけではなくて工事って何っていう話ですがこれはあの実は前,あの前半の講義でもやったんですよ、登記ですよつまり不動産というのはあの名札つけられないじゃないですか不動産で名札,名札をつけることはできませんからじゃあその時にじゃに私の不動産です、私の土地です、私の建物ですというためにどうしたらいいかというと手に入れるだけではなくて、登記をしなきゃいけない登記をすることによって配達性を得るということですね。えー、これを工事の原則と言います えー、つまり、物件はただ本来だったら、えー、絶対的・排他的支配権を持つ権利ってすごい強い権利なんだけれども外から見て分からないという状態では、えー、さすがに権利行使すると混乱してしまいますから、えー、それだけ強い権利を得られるためには責任を持って外に示せと、えー、工事をして、登記、ね、によってちゃんと、えー、外から私のものだって分かるようにしてくださいねという、まあ、そういうふうなものです。ですから工事をしないと 物件の場合には、えー、自分のものだって言えないわけです。で、えー、不動産は登記で、動産は引き渡しということになりますが、えー、この動産についてはまたね、あの講義の中では使いますので、まずは不動産の登記ですね、つまり不動産の登記って何のためにあるんだっていうと、自分のものだって人に言うためなんですよ、わかるその私の土地なんですってことを第三者、もうありとあらゆる第三者に対して、えー、主張するため、そのために登記というものが必要なんです。では ま,あちょっとまとめていくと、ならこういういことになります。ここまでが全体構造で扱う内容になりますがすると、こういう場合どうなるかなんですね。X さんがこれ土地の所有者だったんですが A さんと B さんにそれぞれ20譲渡という形で売却をしたという場合ですね。で二重譲渡で売却をしたという場合だとお互いに私が所有者で私が所有者でぶつかっているんですよ。 いいですね俺は X から買ったんだ私も X から買ったんだってことになれば A も B もどちらもこの土地は私のもんだって言ってるわけですじゃあこの二重譲渡があった時どっちを優劣でつけるかっていうとこれは登記を取った方が勝つわけですね えー、つまり陶器を備えていれば、えー、他の人を排斥することができる先ほど公示の原則ってありましたけれども、えー、陶器を備えるつまり公示を備えることによって初めて、えー、第三者を排斥するという効果を持ちますからお互いに陶器を持っていない段階ならお互いに何も言えない状態両す組みの状態なんですよですが仮にこれが、えー、後で買った B が陶器を備えれば B は排他性を持ちますよね。えー、B は排他性をを持ちますから A を出ててけって言えると 登記を備えていない A は何も言うことができませんので、えー、結果的には B が確定的に所有権を得るというそういう構成になりますですので二重譲渡と,と呼ばれる事例なんだけれども、まあ、このような場合には先に登記つまり工事を備えた方が優先ということになりますでそしてですねじゃあ物件と債権どっちが強いかっていう時に、えー、こういうこともあるんですよ、えー、物件というのは物件と債権の例としては X さんが土地の所有者にしましょう 土地の所有者で A さんに土地を貸してます A さんは土地の賃借人ですね、えー、土地を借りている人がいますで土地を借りててずっと X さんが地主さんで A さんがずっと使ってるとこをねこの土地をこの賃借権に基づいてずっと使ってるんだけれどもそう,そうこうしてるうちに X が売却しちゃったとします、えー、売却して B がこの土地の所有者になりました で所有者になって所有権があって A に出てけって言えるかどうかですねつまりこれ分かりますね、A、B からしてみれば出てけって言いたいですよね、えー、自分が X から土地買ったわけですよ、えー、X から土地を買ったら変なのがいると変なのがずっと使ってるから出てけって言いたい A としてみれば私は X から土地を借りてるんだと私は X から土地を借りてるんだから出てく必要はないっていう主張になるわけですねじゃこの A, A と B との関係どっちが勝つか というと、えー、これ、もう B が勝ちます、結論としては、理,理屈上はね、えー。なぜかというと、B が持っているのは物件です。所有権ですから、誰にでも言えるんです。えー、ですので、A に対して、もちろんこれ、A は所有権を侵害してますよね、えー、B の所有権を邪魔してますから、えー、B は物件を持っているので、まあ、物件ですね。物件は誰にでも言えますから、A に出てけと言えるわけです。 ですが、この人が持って A が持っているのは賃借権というのはこれは債権なんですよいいです、ね。賃貸借契約という契約に基づいて土地を使うことができるという契約にすぎませんから誰に言えるかといったら X にしか言えませんつまり契約の当事者にしか債権は言えないんでしょう。ということは B は A に対して出てけって言えるんだけれども A は B に対して何も言えないんですよ。 いいね、A は B に対して何も言うことができないから結果的には、えー、A は出ていかなきゃいけないということになりますでこのように物件の場合には誰にでも言えるんだけども債権はこの当事者契約の当事者にしか言えないからこのような売却がなされた明け渡し請求についてはもう B の主張は通るけれども A は B に何も言えないと、まあ、X には言えるけどね。 X にしは言えるけれども、えー、全く契約の当事者でない B には言えないので結果的にはこっちが勝つという形になります。でこれをね売買は賃貸借を破るなんていうね方角源として現れてくるところです。 でただこれって一応触れておくけれどもあの理,屈はそう、ね、理屈はそうなんだけどもこうそうなってしまうと土地の賃借人がものすごくあの不,不利益になるでしょなのでもちろんこれは借地借家法とかの特別法の中でこういうふうなことになってしまうとまずいでしょうということでえ地主さん が有利にになっっちゃってるさ明らかに、えー、地主さんが有利になっちゃってると土地を使っている賃借人の、えー、立場ってものすごい不安定になっちゃいますからそこは修正がされてます、えー、理屈としては売買は賃貸借を破るなんだけれども、えー、土地を借りている人であったりとか建物を借りている人を守るために、えー、借地借家法という特別法の法律が規定されることで、えー、妥当な結論は作ってますでこちらは民法の、えー、賃貸借の学習で詳しくやりますのでまずはこっちね まずはこの物件と債権の、まあ論理的な部分をまず抑えてください。まあだから現実の事件になると、あの。こういう形になると、あの賃借にすごく気の毒なことになっちゃいますから。特別法によって保護が保護が図られています。で、まとめです。つまり物件というのは、物件対物件だったら、工事備えとか勝つと。 いいですね、物件と物件であれば先に工事を備えた方が勝ちます債権と物件ならば原則として物件が優先するという、まあ、そういう形になるというのがこの問題ということになります、はい、で少し長丁場ということになりましたけれども、まあ、全体構造編、まあ民法の先出しというのはこのあたりになります。で次回の抗議以降民法ね えー、詳しく扱っていきますが、えー、おそらくは先ほど、二重譲渡ですね、物件で二重譲渡がなされた時には、えー、工事を先に備えた方が優先しますよというところは、第1回からもね、えー、ちょこちょこと出てくるところですので、えーまあ、がっつり復習する必要はありません、今日やったことをとりあえず納得というかね、えー、しっかりと理解していただいて、で民法の全体像っていうのは、あの 忍法の24回の講義の中で作っていけばいいのでまずはその最初の、ね、取っかかりのイメージというのがこういうことをやるんだなというのを、ね、持っていただければよろしいかなというふうに思っております、はい、では全体構造ですねこちらの方全1回の講義ということになりますので、えーまあ、復習は特に、ね、あのがっつりやる必要はありません、えー、とこのまあレジュメの方をパラパラパラっと見ていただいてあのこういうふうなことをやったなと。 こういうふうな考え方をこれから学んでいくんだなっていうまあ一つの指針になればいいのかなと思っていますので、えー、ましっかりとねこれから頑張っていくにあたってまあ抑えるところっていうね抑えるところとか考えるところっていうその筋道だけね復習という復習とまではいらないですね復習というかまあざっと見てそれで本論編の方に臨んでいただければというふうに思いますそれでは本日の講義ですね入門講座の全体構造編の講義は以上となりますそれではお疲れ様でした。